皆さんこんばんは、えー。こちらですねニューヨークは朝でございます。えー、皆さんお久しぶりです。今回は、えー、5ヶ月ぶりの5ヶ月ぶりの生配信です。今日もねみんなとね美味しいご飯を食べながらいろんなこの5ヶ月間のねニューヨークのお話なんてしていけたらいいなと思っております。ぜひ最後までご覧ください。コメントでいろいろ喋っていこようよ。 はい皆さん、ご無沙汰しております、まさかのね、5ヶ月も空くっていう、さすが奈緒ちゃんって言ったところなんですけども、元元気気だった元気ですすかはいいありがとうございます <laughs> えどうしよう、ちょっとさ、久々の生配信すぎて、私、どんなテンションでやってたっけ、いつも。<laughs> どんなテンンションでやっ,てたっけごめんね今日はね今のところあのまだちょっと何ていうの,あの機械トラブルは起きてないから大丈夫ですけどもし途中で機械トラブルが起きた場合は皆さんご了承くださいごめんねちょっとあの1分ほど遅れちゃったんだけど申し訳ないマジで鼻くそが止めなくでできてさ <laughs> さあいざ始まるぞみたいのでいっつも鼻くそついてるからライブ始まる前今日はと思ってさ鏡で確認したらさびっくらこぎまろ 無数の鼻くそ、どうするとってもとってもすごいのよ、奥からどん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 出てくるの、鼻くそが。はあ、びっくらこぎまるよ。はい、みなさん、あこんにちは、こんにちは。どうですかあ大丈夫大丈夫ね今のところ大丈夫ね何にも起きてないよね何にも問題は起きておりませんよな。<laughs> よかった、よかった。びっくりしたよ。 鼻くそって、いや、この話広げる必要ない、<laughs> 鼻くその話するためじゃないんですよ、今回はみんなとね、久々にね、生配信やろうということで、あのー、スタートさせてますから、よろしくお願いします。あーすごい。 いっぱいコメントもたくさんありがとうございます。ぜひ皆さん、久しぶりやんけー、元気しとったんかと思った方はぜひ、いいね、お願いします。あと、コメントの方もね、あのチャットもあの読みながらいろいろ進めていきたいなと思っているんですけど、生配信終わりにですね、あのコメントの方もしていただけたらと思います。結構さ、いろんな人からインスタの DM とかで来るわけよ。なめちゃん、いつやるんですか、生配信みたいな。で、過去のやつもう全部なんか2、3週しましたみたいな。えっ <laughs> と思って。 1>, 1本の生配信で2、3時間ぐらいやってる、なんなら後半4時間の時もあった、それをさ、何周もしてる人って、かなりすごい方だなと思って、ちょっとそろそろやらないといけないなとは思ってたんだけど、まあ、ちょっとあのニューヨークに移住してきて、ちょっと落ち着いてからの方がいいのかななんて思いながら考えておりました。で、また生配信をやる にあたって、まあ、いきなり生配信するのもあれかなと思って、まあ、前回、あのまだ見ていらっしゃらない方もいるとは思うんですけど、あのー、ちょっとね8ミリビデオ8ミリの,あのフィルムのカメラでいろいろニューヨークの Vlog ていうかミュージックビデオログみたいなのの動画を上げてからちょっとスタートさせようかなと思って、えー、今回始めました。ありがとうございますす久々だよねニューヨーヨクは今朝の6時です くらこきまろじゃないみんなメイクしたよ <laughs> 最初どうしようかなと思ったのすっぴんにしようかなと思ったんだけど久々にねみんなに、ね、会えるのにすっぴんっていうのもどうなのかなと思って、あのー、しっかりメイクしてきましたありがとうございますそうなんだよね今ちょうどね日本では『24時間テレビ』やってたりとかあとフジロックやってるらしいんだけどそんな日にさ生配信当てる私ね びっくりするんだけど、自分でも「あそうなんだ」みたいな「<laughs> え久々の生配信なんか大丈夫?」と思ってかぶりすぎじゃないと思ってだからタイトルをなんか「鍋ロック」とかにしようかなと思ったのフジロックを見に来た人が間違えて「鍋ロック」見に来ちゃったりとか「鍋ロック23時間テレビ」みたいなその <laughs> 24時間テレビに合わせた感じの名前にしようかなと思ったけどちょっとなんかめんなさそうだからやめました。 みんなダメだよそっち行っちゃダメ今回もねおみックラブ久々なんだからこういうライブでしかやっぱできないわけじゃんチャットとの会話っていうかそういうのはすごい楽しんでほしい絶対に <laughs> あれどんな感じだったっけ私こんな感じでいいんだっけ情緒不安定な感じだよね <laughs> プレゼント企画ありますかあ、プレゼント企画はですねどうどうしようやるじゃん。 ちょっとねおいおいあの今後の展開についてもお話ししていきたいと思うのでまずはお食事しましょういただきますもうちょっとさバタバタしすぎてさもうペットボトルこれごと持ってきたよ <laughs> コップぐらい持ってこれるだろうっていうみんな晩ご飯だもんね日本はね今夜の19時でしょだからちょっとね、あのー、私は朝ごはんなんですよ 私、こんな早く朝起きること仕事以外でないから、まあ、仕事なんだけどこれも、あのー、あんま朝ごはん食べないタイプの食べたい人なんだけどあんま食べないタイプだからちょっと少なめにしちゃいました、私は皆さんは何でしょうみんなごはんの準備はよろしいですか何食べるのさっきのなんかさチャット欄を見てたのよ始まる前のもしみんなで何食べるかみたいな話してたでしょハンバーグ食べますとかそういう話しとったけども。 ジンギスカン食べてますたーいいいねジンギスカングラタンだようわもうグラタンとかえマジ10年ぐらい食べてないかもステーキ弁当だよいいねタコライス食べました作って食べましたバンバンジー食べますいいねちょっとやっぱさやっぱニューヨークではなかなか食べれない ものがたこ焼きとかお好み焼きとかはあるんですよ。逆に家系ラーメンとかもあるのよ、ニューヨークにはたくさん。その地味なバンバンジーとか、その日本スタイルの中華料理とか食べたら冷やし中華ね、いいですな。じゃあ私が食べるものを紹介します。<laughs> ちょっとなんか見た目かわいくないんだけど、いい一応お皿はかわいくしたんだけど、こちらです。 パンえっ、ー、と、豆腐2丁ちっちゃい豆腐2丁とキムチと納豆を2パックにしました納豆をキムチ豆腐にした本当はねネギを刻んで入れなかったのにちょっと時間なさすぎてこれにぶち込みましたちょっと私はこれを食べながらいきたいと思いますそうキムチと納豆と豆腐もう本当に酵素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 なのかわかんないけど 食べていきたいいいと思いますヘルシーだねいやいや本当はがっつり食べたかったんだよあのまずあのフライドチキンとか食べたかったんだけどこの時間からさすがのニューヨークもフライドチキンはあの出前してくれないっすさすがに、まあ、自分で作りたいよ作りたいんだけどちょっと朝から油はちょっとさすがに作れないです自分ではじゃあ 食べていきますか。あこれね、全部ねあの、日本のスーパーで買いました納豆も豆腐もあのね、結構日本のスーパークオリティー高いいろんなだ白だしとか持ってるかな。じゃあみんないいですかいいですか一緒にいただきいただきますしますよ <laughs> 危ない危ないじゃあいただきまーすしましょうせーのいただきまーす <laughs> じゃあ、 っぱ、ね、食べた子もみんなそれぞれ楽しんでねえちょっと待ってご家族で食べてらっしゃる方もいらっしゃるのかなも,もちろんあの一人暮らしの方もねいらっしゃるとは思うんですけども結構このね食べる企画っていうのは最初のんか一人暮らしとか寂しい思いをね家でしている人と一緒に寂しい私が一緒に食べれたらいいなと思って始めたんだけど結構家族で見てくれてる人も多いんだよねはいみんないただきます はあ、やっぱちょっとこの納豆の匂いとキムチの匂いですごいお腹減ってきちゃったいただくうんうんうんこのキムチいいじゃんおいしい納豆はもちろんおかめ納豆ですよ地元のうん 一人でイヤホンして見てるんです。あ、本当この感じ懐かしい。いや、マジでわかるわ。私もちょっとこの生配線久々にやるわ。帰ってきたって感じがする。<laughs> はい、こちらは私のニューヨークのお家でございます。横に見える黒いのはピアノです。<laughs> このオーナーさんがピアノ弾くのかなわかんないけど、私は弾かないんでわかんないですが。 うん、外見てやる窓なんだけど真っ暗でしょさすがにまだ暗いです6時はまだ暗いのかなうんあの前回に出した動画自分で編集してて他にも動画を、ね、出そうと思ってて編集をずっとしててさ 1>, 1週間ぐらいもう家にいて一切外出てなかったわで全部出前だったからちょっとさすがにずっと出前はやばいなと思ってこの間スーパー行って自分でもちょっと料理するようになりましたアイライナーどこの お目が高い。今日は私青いアイライナーを上から引いてるんだけど今度ちょっとねニューヨークのメイク道具を使ったメイク動画かメイク生配信をやろうかなと思ってるんでそれまでお預けなのであるはい <laughs> 結構ピントちゃんと合ってたね <laughs> うん すごいね、このチャットのみんなのさ、喋ってる感じが懐かしいわ髪伸びたあ髪の毛の話していいこれ実はインスタでも喋ってないんだけどあのエクステつけたんですよ実は髪の毛すごい伸びたねとかって言われるんだけど実はエクステをつけましてまあニューヨークの美容院とかってどんな感じだなんと思ってほらいろんな人種の人がいるからさ髪質もさいろんな髪質があるから どんななな感じなのかなと思ってめちゃくちゃ友達と一緒にネットで調べてもう口コミがもう最強のところの美容室を見つけたのよでそこに行ってもエクステがすごくうまいですみたいな感じの,あのお店でエクステしに行ったんだけど今ちょっとね何もセットしてないからあれなんだけど普段ねインスタ見てくれたら分かるんだけどマジリアルなので今これつけても1ヶ月ぐらい経ってるんだけど 日本のエクステってさあのエクステのこういう束のやつをさ一本一本にするじゃん,なん,なんていうのこの束をこう切って一本一本をなんか編み込みなのかシールとかでピッ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 ってつけるんだけどこれはもうびっくりこきまろよそのエクステバーってあるじゃん一列の切る前のこれつけてるから全部ここに <laughs> 謎でしょまあ男性はねよくわかんないかもしんないけど何ていうのかな編み込み編み込みっていうのかなまず地毛を なんか分けるのよこう束にしてちちっちゃくでそこになんか金具みたいなのをつけてでそこになんか1列、アーってつけてなんか縫い込んでいくのよ、毛に。一列でだから、なんていうのリアルなわけそのスカスカじゃないわけよもうずーって1列つけてもらってるからさもう信じられないぐらい最初痛かったけど、頭がだって全部、ギーっていうのを何列もやってるからさ。はー っっっててなるんだけど、まあ、ちょっと慣れてきましたでその担当してくれたのが男性の方であのどういう髪型がいいみたいなでちょっと毛量が私すごい少ないからせっかくだからちょっと毛量多いのにちょっとチャレンジしてみたいっつってもう本当におはげのすけだからさもう本当そのうちツンツル手になるんじゃないかっていうぐらいおはげのすけだからちょっと毛があるうちにエクセつけたいっつってじゃあ君をビヨンセにしてあげるよとか言って急になんかビヨンセやリアなナみたいな。 ボリュームのある髪の毛にするねとか言って「えお願いします」とか言ってやったら本当にボリュームが出てさすごいよねお値段発表していいですかエクステこちらなんと20万円でしたねどうする私初めてだよエクステで20万円払ったの。 えーと思うんだけど、でもこのの毛は、まあ、降りてくるのよ。髪の毛伸びてくるから降りてくるじゃん。でこの毛はね1年半から2年ぐらい使えるの同じ毛が。だからまあまだいい感じだよね。1年半と2年まあ1年半ぐらいに20万かけたと思ったら全然大丈夫だけど私 <laughs> 最初最初なんか。 どれくらいつけるみたいな値段とのあれだと思うんだけどつって私、まあ、エクステとかだったらまあなんとなく相場がわかるからあもう全然あのつけれるだけバンバンつけてとか言ってバンバンつけてまた20万かーと思ってさぜひ今エクステが高いなって思った方はぜひ「いいね」押してください安いじゃんと思った人も「いいね」押してください だから、これをもうそろそろ私も病院に行かなきゃいけなくて、これ一回外して、でまた,あのまたピーってつけて、つけ直しみたいな、でも同じ毛だから。大変だよね、でもこれがニューヨークスタイルかっていう感じでしたよ。うちらの世代はね、10代の時はもはエクステ必須だったからね、もうエクステつけてないともうだめみたいな、ちょっと文化があったよね、う。ん そう、ネイルもね、本当に今回もメイさん、ネイリストのメイさん、日本で、日本人の方でずっとニューヨークで活躍されているネイリストのメイさんにもやってもらいましたよ。だから、まあ、メイネイルね、こんなセーラームーンで全部手書きで書いてもらったんだけど、見えるかな全部手書きで書いてもらったのよ。こんな感じ。あ、ちょっと指毛とか大丈夫かなやばいで、 ネイルも長いで髪の毛もボリュームがあ,ある髪型になったからすっごい言われるんだよ「あれ直美ちゃんなんか恋してますか?」とか「彼氏できましたか?」とか言ってすんごい言われるんだけどできてないから本当にニューヨーク行ったらまあ何かしらあるだろうって思ったんだけど意外とねちょっとやっぱり。 ビビっちゃってるる自分がいるよねビビりなんだよね結局結構ねチキンなのよ痩せた痩せたかなむくみは取れたのかなよく歩くからねニューヨークは今日恋話よ <laughs> オッケーこの後恋話よ会い系サイトに登録した話するわ うんガードが硬いなふみちゃんいや結構それポジティブに言ってくれてるよでも確かにそうかもあのガードが硬いっていうかうんちょっとビビりなんだよねそういうのふわっと遊ぶことができないマッチングアプリの話聞きたい <laughs> 英語どう英語はさーん もう今,日でん今日でっていうか今月で5か月目になったのかな、まあ、ちょこちょこ頑張ってやってる今ちょっと仕事しちゃってるからちょっと授業はいけてないんだけど英語がさもう何言ってるか分かるんだけど自分で言葉を作るっていうのが前よりは少しはあの相手にすごい伝わるようにはなったけどでも自分の英語力であの人を笑かして仕事をするっていうレベルではない全然。 まあ1年ぐらいかかるかなどうにか1年経ってちょっと会話できるぐらいかなうん難しいやっぱ異国の地で生きていくっていうのはちょっとそのことについてもね後で話そうと思ってるよ <laughs> <laughs> スプーンで食べてほしい豆腐とかいやまずそれな どう今結構みんなさ家でずっと、ね、いらっしゃる方も多いんじゃないですかそちらはコロナどんな感じちょっと話そうかそれについて。 生配信でゆっっくり水飲むっていうそうね、あの、ニューヨークだけしか私は詳しくないし、あのアメリカ全土のことは分からないんだけど、あとはあの日々、ニュースで更新されていくから、今までの情報だけを言うね、でこれは個人の意見ですから、あの皆さん、すべて鵜呑みにしないようにしていただきたいんですが、えー、と私がニューヨークに来たのが4月で、ね、 で、四月の末だったんだけど、えー、それぐらいからちょっとこうワクチンみたいなのが始まってきたのみんなでワクチンもうできたんで順番で打っていきましょうみたいなのが始まってたんだけど、まあ、そこから、えー、2か月が経った6月の中旬にもうニューヨークはワクチン打った人たちが、えーっとまあ、40%、50%ぐらいの五十パーぐらいの 人たちがもう打ち始めているっていうので、えー、とマスクと、えー、ソーシャルディスタンスとあとはそれまではお店は全部あの中で飲食禁止だったの全員全部ニューヨークはこのコロナになってから。 ずっと中で飲食25%ぐらいの人しか入れないみたいな、まあ、まあほぼ中ではご飯食べられなくてみんな外にお店を作って、まあ、外であのご飯食べるのはいいけどみたいな感じだった、まあ、かなりちょっと厳しかったんだけどそういうまあマスクソーシャルディスタンスもお店だったりとかそういうあのものが解除になったんだよねだからまあその外歩く時とかはみんなこうマスクを外しても歩いてもいいよっていうふうになってそのって。 ワクチン打ったた人は、みたいな感じ。これはもうただの情報ですで、まあ、そこから外歩いたりとか、えー、と中に大勢の人がいない時とかは、まあ、みんなマスクを外してみたいな。でもあのタクシー乗ったりとか車の中に行ったりとかする時はみんなマスクをするけど今はもうみんなマスクはしてませんでもそれまでは全員マスクしてたしニューヨークの人たちは結構うんセンシティブっていうかその繊細 <laughs> ごめんね。センシティブとか言ってなんか帰国子女演じたわ今、ごめん。かなりあの気をつけてる人たち街歩く時はみんなこうやってよけて歩く人がすごく多かったんだけどまあちょっと、あのそうね今は、まあ、みんなワクチンも結構打っててで、えー、一昨日かな一昨日にまた義務化された。 内容があって、まあ、それがあの、まあ、ワクチンパスポートを持っている人じゃないと店内とかの施設とか店内でご飯食べることがダメみたいな要は中でご飯食べてるときはワクチンパスポートを見せることが義務っていうふうになりましたでこれはアメリカの中でも、えー、とニューヨークが一番最初かな、まあ、それが完璧に始まるのが9月ぐらいかららしいんだけど今は実験で、ね、3日前ぐらいからスタートしてあのどのお店入るにも。 ワクチンパスポートが必要っていうふうに感じになってますっていう状況かなどうでしょう大丈夫、みんなそうそうそうもちろん、あのー、あのそれに反対している人もいるしワクチン なんんでやねんみたいなもちろんほら,そら自分のさあのアレルギー持ってる人とかねあの自持病がある方とかでワクチン打てない人とかもいるからさ、まあ、今はそんな感じですなのであのワクチンパスポートの紙をもらえるんだけどそれをデータ化してくれてそういうアプリに全部つなげてできるやつがあって私はそれのアプリを携帯に入れてあのやってる感じかなそれを見せて。 紙を持ち歩く場無くてもそのアプリでできるっていう感じです。どうでしょうか。水でけとか <laughs>。そう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  <laughs>。だからまあその私はもう何度も言ってるけど、まあそのワクチン打つ打たないはあの自分の自由だとも思うし、私はやっぱりそのまあ自分の影響力も,もあるからその。 強制したくないいことともあるというか、ね、だからなんていうのみんなそれぞれ考えた結果が出たらいいなと思うけど、うん、でも私はワクチンを打ちましたっていうお話ですでもね本当にねあの PCR 検査がマジどこでも今できてもう近所私のもう近所に歩いて。 もう本当に15秒とか20秒ぐらいのところの道にね車がバーンと置いてあってそれがもう PCR 検査を受けれる車なのでその車のとこからなんかバンって屋根が出ててでその屋根の下で外でパーってって歩いてたらさ普通にだからファッション街みたいなところよだから表参道みたいな表参道のと道路に車がパーンって止まっててそこに屋根がバンってあってね でそこでなんかいるわけスタッフさんがですいません PCR 検査受けていいよとかで外でピッピッとか言って鼻やられてはいとか言ってメールアドレス打ったら、えー、24時間以内かなとかにメールが届いてその結果が届くのよだから仕事行く前とかは前まではなんかちょっと本当に予約取らないと大変だったんだけど、あのー、今はもう誰でも外で気になったらみたいな感じで明日仕事だからここで受けようみたいな感じでやったりとかする人もいるみたいです。 それも無うだから簡単にちょっとねできるっていうのはちょっとありがたいなんかそこら中にその車があるからワ、まあ、クチンも打つけどちゃんとちょっと PCR 検査も受けてみたいな感じかなあとはもう本当にライブとかこの間レディー・ガガーさんのライブに行ったんだけどあのレディー・ガガーさんのライブとかでももうもちろんみんなあ,あ マスクせずにいましたけどねでもそれがどんなふうに今後なっていくかもしかしたら来週になったら「はい絶対にマスクしてください」とかになるかもしれないしそれはもう本当にねその時その時の動きに合わせてみんなでこう動いていってるっていう感じがするからだからまあ随時みんなニュースは見てるし。 例えば私とかは英語のニュースがすべてわかるわけではないから本当に日本人のね、こちらに住んでいる日本人の皆さんから情報をいただくっていう感じかなこうらしいよ、あらしいよみたいなだから来週からこうなるから気をつけてねとかで、それこそね、地元の友達地元の中学生の時の同級生の三田君んって子がいるんだけどあの中学校の時のガチの同級生が今、ニューヨークで働いててホテルで働いてて。 たたまたまこの間取材を受けた場所がそこのホテル三田君が働いてるホテルでさ「おおなおみ」みたいな「おあ三田君」みたいな不思議だよねなんか中学の同級生と東京で会うだけでもええってなるのにニューヨークで会ったのよそれはちょっとね天上げでしたそうで、まあ、それであの三田君から結構ねいろいろ情報を、ね、くれるから「こうらしいよあらしいよ」みたいな「あありがとう」みたいな新たな友達ができましたよ そそうそう,そうインスタにも載せたんだけどねそうよ、もう本当に助けられてるもう何が一番って何にも知らない私にゼロから教えてくれるそのニューヨーカーの人もいれば日本人の人たちでやっぱりほら私よりもさ何十年も先にニューヨークに住んでる人たちだから優しくて何て言うのしっかりこう教えてくれるっていうかだって教えるって正直めんどくさいじゃん正直ね1から10まで教えるって 自分の人生もあるのに自分のやりたいことを一回止めて私にこうやって教えてくれるってなかなかだなと思うしなんかニューヨークのイメージってさちょっとなんかなんんかていうのこうみんななんかれ関せずなんかはい、ブンみたいなイメージあると思うんだけど意外となんか人情派というか、まあ、英語が片言でも全員理解してくれるしやっぱそういう人たちがいっぱいいるからか分かんないけどでやっぱ困ってたらすごい助けてくれるし。なんか 不思議だよ、ね、いやもちろん嫌な人もいっぱいいるしゲ <laughs>、あのー、って思う人もいるけどもそれと同じぐらいめちゃくちゃいい人も多いから助け合いをすごいしてくれる街だなと思うもちろん、あのーね、そのアジア人差別みたいなニュースもたくさんあるしうちらも結構街歩きながらさちょっとやっぱビビってるわけよ。 前まではなかったんだけど今はやっぱ街歩いてて後ろがたったたって走る音とか聞こえたりとかしてやっぱすっごい見たりとか後ろすごい見ながら歩いてるあのやっぱりちょっと怖い何かされたわけではないんだけどやっぱちょっと怖いなっていうのはあるんだよね三田君は結婚してるのって三田君ももちろん結婚してますよ奥様がいらっしゃいますよはいそう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 ニューヨークは比較的 いる人たちが優しい親切、いい思い出しかないですいや。意外とね、意外とね、意外とそうだよ。意外とね、いい人いるんだよね。まあでも東京もそうじゃない東京もなんか東京の人は冷たいとか言うけど、東京に住んでみたら意外とね、優しかったりとかするし、まあ、変な人ももちろんいるしっていう感じだよね。でもね、もうこれだけはみんなに伝えたい。ちょっとご飯食べるわ。<laughs> ちょっと待って、これだけは伝えたいのよ。ちょっとご飯食べる。 うんちょっと私はニューヨーク以外の地域を分かんないからね申し訳ないんだけど <laughs> これだけは伝えたいってことがあるちょっとご飯だけ食べさせてうんぜひねその話が気になるよっていう方はあのいいね グッドボタン押してください。あとチャンネル登録もお願いします <laughs> みんなに伝えたいことがあるでもご飯食べてからでもいいうんうんわんう うんうんうん。一旦ごちそうさまでしたはいみんなに伝えたいことがあるニューヨークに住んでる話なんだけど あのニューヨークで例えばさ車乗ったりとかじゃあウーバーとか乗るじゃん乗った時に友達とちょっとさ日本語で喋ってるじゃんそしたら必ず言われるのが「え君たちは何の国の言葉で喋ってるの?」って言われるで私が「あ日本語だよ」とか言って言ったら「あそうなんだ」みたいなめちゃくちゃ耳なじみっていうかすっ すごい気持ちいいし優しい言葉だねみたいな日本語ってすごいねってこれはねマジで今までの確率で言うと車乗って90%ぐらいの確率で言われるわけだから日本語っていうのが、まあ、もちろんみんな聞いて日本語とはすぐには理解しないけどすごいいいねっていうわけでもう一つが俺は日本がすごい好きなんだって日本がみんな。 本当に優しいしいい人たちばっかりだしみたいなすごい平和だし日本が大好きだよ俺はってまだ行ったことないんだけどねって必ずその後に言ってくれるわけでやっぱいい人たちが多かったっていうわけよ要はやっぱり私たちのさ、まあ、ご先祖様いろんな日本からニューヨークに行った日本人の人たちがニューヨークで築き上げてきたその信頼みたいなのをすごく感じたわけだから私もなるほどじゃあ私も そのね、先輩たちがやってきたことと一緒でやっぱりその、まあ、変なこと嫌なことされたらはっきりノーと言わなきゃいけないと思うけどでも日常的にはやっぱこう日本人としてやっぱ、ね、あの自信を持ってあの人に親切にしてでこう素敵なあの自分たちを <laughs> 全然言葉出てこないんだけど <laughs> いいこと言おうとしてさ全然言葉出てこなかったんだけど。 まあそのなんていうのかな、その日本人として誇りを持ちたいなってすごく思ったし誇りを持たせてくれたから先輩たちがだから自分たちの下の世代今の子供たちがなんかニューヨークにいた時になんかあ本当にあの時の日本人の人に助けてもらったんだよねって言ってもらえるようなあの胸をねみんなが自信を持って胸を張って日本人ですって言えるような感じで行きたいなって思ったのよこれを伝えたかったみんなに You know すごいよ本当にこれでもかっていうぐらい言われるから、うん、多分分かんないけどなんかサンフランシスコとか,なんかフロリダとかってすごい日本人の人がいっぱい住んでるんだけどニューヨークなんかそれに比べたらあんまり住んでないって言われてるのもうもちろんいっぱいいるんだけどだけどやっぱりねもう本当に嫌なこともみんな経験してるだろうしいろんなことがある中で強くなっていって。 強くなっていくとやっぱ人にも優しくできるのかなと思ったから、まあ、私はもう人に優しくしたいけど何て言うのかなあのいっぱいいっぱいだしあの英語があまり分かってないので、まあ、とにかく笑顔で行くもうとにかく笑顔だったらみんな笑顔になってくれるからもう言葉分かんなくても通じなくても笑顔で言ってとかするけど、まあ、でもすごくなんかそういうのを理解してくれるのもなんかニューヨーカーだなと思うなんかその人の優しさをちゃんと理解してくれる。例えばさ なんてうかなニューヨークの街ってみんな本当に路中が半端ないのもうすっごい車が端っこにいっぱいいっぱい,い,っぱい止まってるのねでその真ん中をこんなでかいさトラクターとかが走るから、まあ、みんなゆっくり走るわけよだしよ,よく混むのよで車とかがさウーバーとか呼んだりとかしてわーとか言ってここだよっつって乗り降りわーってやってさ乗り降りこのわーって一瞬止まるわけじゃん一瞬止まるだけでもパー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 とか言って めちゃくちゃクラクション鳴らせるの鳴らされるのバババババババみたいなえ、なんとなくわかるやんみたいなだけどもう鳴らされない方法は分かったわけそのウーバー来たなと思ったら車が止まる前に私後ろに行って後ろの車にみたいな「SORRY」みたいな感じのことやるのバーってやったらみんななんかみたいな「いいよ」みたいな感じで,でちょっと荷物入れたりとかちょっと時間かかりそうな時とかも誰もプップーププとか言ってこないし ななんていうのかなもちろんその今まではなんか車乗るときもなんかあすいませんみたいな感じで乗ったりとかしてたけどそのちゃんとあみたいなことをやったりとかしたらもう誰もプーって言わないわけよもうこれさ本当になんていうのかな <laughs> なんかそういうあいいよ OK みたいなちゃんと言えば大丈夫みたいなでも相当やってる相当私はやってる後ろまで行って みたいな感じのこと言ったらみんなみたいな感じだけど車がピュンって止まった瞬間でにバー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 みたいなああだと遅いのよもう止まる前に行かないと難しいよねそう、でもそういうのも何ていうの笑顔でしっかり相手にあの思いを伝える、まあ、英語できないけど思いを伝えればあのちゃんと汲み取ってくれるイラっともされずいけるような気がしますよ うんはい外も明るくなってきましたこれさ外さ明るくなってきたじゃんだけどうちもう目の前がさ他のアパートなわけだから全く空が見えないのだから明るくなってもそんな明るさが伝わらないかもやばいずっと鼻くそ出てるねえずっと鼻くそ出てるねえずっと鼻くそ出てるよ大丈夫かないやコミュニケーションはめっちゃ大事だなと思った例えばさ 日本とかだったらさ、いらっしゃいませみたいな、あどうもーみたいな感じで買い物するじゃん。だけどさ、まあ、それ以外の会話はさ、まあ、これ私も持ってるんですよとか、なんかそのショップ店員さんとの会話とかあるかもしれないけど、マジでなんか、へ、hey、いみたいな、元気してるみたいな、入った瞬間ね、へ、hey, いこんにちはみたいな、どう今日の調子いいみたいな。まずね、で、なんか、お、oh, ー、I'm good! みたいな、5-5だよみたいな。で、 服とか選んだら「え待ってあんたのネイルめっちゃいけてない?」とか、ね「あんたのその靴めっちゃいけてどこで買ったの?」みたいな「どこどこ?」みたいな「えどこの国の人?」みたいな「日本だよ」みたいな「あそうなんだ」みたいな「この辺に住んでんの?」みたいな「そうっつってもう引っ越して4か月目なんだよね」みたいな「えマジで超おめでとうじゃん」みたいな「えどういう仕事してんの?」とかってマジでずっと喋るからさ喋る人はでもそういうコミュニケーションで「あ実は誰々と友達なんだよねえ私も」みたいなつながりとかなんかそういうのですっごい広げていくから不思議だよね コミュニケーションがすんごいあるとにかく喋るみたいな感じ喋れない人もいるけどね例えばエレベーターとかで一緒になったら必ずはいとか言って挨拶じゃして知らない人でもでちょっと喋るのよなんか元気みたいな元気してるよみたいな今日の調子どうみたいなまあいい感じみたいなもう知らない人と喋るのよで今日も一日なんか素敵な一日もみたいなこと絶対必ずみんなけどなみんな言うのよ Have a nice day みたいなこと言うんだけど そそれれもななんかすごいい素敵だとと思っったたけどそれちょっと聞いたのよニューヨークの友達にさあれなんでみんなエレベーターで話しかけてくるのみたいな日本だったらまあみんなちょっと静かにすることがちょっとマナーじゃないけど入ったらこう喋らないのがちょっとマナーみたいなのがあるけどみんな絶対喋るじゃんみたいなあれって何なのとか言ったら沈黙が気まずいんだよねとか言ってあなんだ <laughs> と思ってさ <laughs> あ喋りたいからじゃなくって気使って喋ってんだと思って。 多分その人の人意見だよ全員がそうじゃないけどその人に聞いたら沈黙が気まずいから話しかけるらしいだからちょっと気遣いっぽいところもあるんだよねなんかニューヨークに住んで分かったのはちょっと気遣ってるみんなはいみたいなお互いがちょっとこう距離を取りながら気まずさをなんか超える超えるみたいなそう意外とそう可いいよね <laughs> ちょっとなんか気まずいらしい黙ってることが。 だからずーっとみんな喋ってるよね面白い。そう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 あまあ、くしゃみとかしたら「ブレスユー」とか言う人は本当にあんまいないかも本当になんかな,なんだろうな、まあ、言ってる人もいるけどあんま言わない人もいるかなうん なんか絶対マストみたいなのではなかった私の人生はねなんかななんどれ日本で例えるとどんな感じかなえー、えー、ちょっと分かんないわ一個も出ませんでした例えが。 さあということで皆さんやってまいりましたハッスルタイムでございますよこのハッスルタイムの時は「いいね」と「チャンネル登録」ああ「いいね」と「チャンネル登録」をする時間する時間みんな忘れちまうんだチャンネル登録は絶対必須でやってほしい「いいね」を絶対押して「いいね」を押してほしい ああ、あ,あなんかリズム分からん分からんないくなって聞いたやって聞いたハッスルタイムがやって聞いたいい初めて見たよっていう人はめちゃくちゃ怖いよねいいねを押すありがとうございます <laughs> 久々のハッスルタイム これはあのいいねを押す時間でございます。初めて見た方はあのびっくりしたと思うんですけども、あのいいねを押す時間です。いいねとチャンネル登録を押す時間でございます。ぜひ、ね、皆さんまだチャンネル登録してないよっていう方は是非、ぜひチャンネル登録を押してください。はい。途中で止まるの大好き <laughs> とか <laughs>。ハッスルしましたみんな。ハッスルですな。ありがとう。ありがとうございます。もっと聞きたい ハッするタイムですか？あ、いいね1万ありがとうございます。えー、今3万6000人の方も見てくださってありがとうございます。そうね、だかニューヨークの話で言ったらそんな感じかな。まあコロナの状況だったりとか今の患者だったりとかニューヨークの街の患者だったりとか、そうね。でも私は日本人に思われることがないのよ。不思議よね。まあアジア人っていう認識はあるっぽいけどどこから来たのとか。 どこの人って言われる。要は見た目が日本人っぽくないらしいうーんまあ、日本人っぽさとはっていう話なんだけどね。まあ、もちろん日本人の中でも私はちょっと特殊っていうかさ特殊だからまずあの、メイクメイクがえ日本人なのみたいな感じなわけ <laughs> あ日本人の人でもそういう派手なメイクするんだみたいなイメージっぽくって。 あとはあのー、太ってるっていう <laughs>、みんな、あのー、日本人の人イコール、細い、ちっちゃい、華奢で、細くて、ちっちゃいってイメージがあるらしくて、もう私とか、なんかばかでかいから、え日本人でこんな巨漢っているのみたいな <laughs> え、え奇跡じゃない、あでもお相撲さんとかもいるかみたいなあ、かなりじゃあ、鍛えて大きくなったんですかみたいな、そんなこと言われてないよ、なんかそういうこと言うのも良くないっていうのみんな分かってるから、あれだけど。 でも、えー、みたいなあ日本人なんだえでかーみたいな <laughs> だからメイクがこういう個性的なメイクをしているとしてる日本人なんていないって思ってるのと <laughs> もちろん中にいいるのかなっていうので納得すると思うけどあと体が大きいっていうのとそうねで逆にそのアジア人今までニューヨークに住んでるアジア人の人たち しかか触れてないい人たちが私を見るるとすすっっごいびっくりするだから要は結構バキバキのメイクで結構バキバキのファッションとかで街歩いてたバキバキっていう普通の、ね、こうピンクとかの服とかでバーって歩いてるとマジでみんなって見てくるそうなんかとかじゃなくてえ何このアジア人みたいな感じらしくてでパーとかで目合うじゃんそしたらなんか「あはい」みたいな。 え、あなた何のお仕事してる人なのとか言って言われたりとかするのだからあそんな派手ってあれなんだと思ってなんかそういう派手な人ってあんまりいないのかなってちょっと思ったまあもちろん超派手な人はいるけどさ何ていうのなんかこういうああみたいなメイクをしてるわけでもないじゃんなんかこうだからメイクとかもすごい褒められるねえあんたのメイクめっちゃいけてんだけどみたいな褒めすごい褒めてくる人もいるかなだからなんかあ私ってちょっとやっぱ浮いてるんだなと思ったその。 日本人の中でもちょっとこう派手じゃんでこのアジアの中でもやっぱちょっとこう変わってる人っていうかあっこんな子いるんだみたいな感じで見られるだから友達と歩いてるとあんたほんと見られるねみたいなだからみんなからなんか,なんかこういう感じで見てくるあっ <laughs> みたいな感じでもさそれされた私どうすればいいえっあっはいとか言って言うじゃんほいさあ はい、みたいなあなたなんかインスタとかやってるみたいな <laughs> 本当になんかね不思議だよねまあこれもしかしたら派手な日本人の人とかアジア人の人はあるあるなのかもしれないけどあとはやっぱりうんなんかありがたいことにちょっと何て言うの 私のこと知ってくれてる人が多くてやっぱ YouTube 見てる人がいたりとかああとはなだろうなあのインスタとか見てくれてる海外の方も多いらしくてたまにねメンションをたまにってかメンンションをすごいされるのよ街歩いても声かけられるんだけど「Oh my god! Are you Naomi?」みたいなこと言われてるとかすんのよでなんか「Yes!」みたいな「ああとか言ってその日本人の人と会った時と違うリアクションというか「あ とか、<laughs> <laughs> その時の私どうするよ。さっきの人と一緒よ。みたいなあ、thank you みたいな。そうだから、なんかそういうふうなことであちょっとずつこう。謎に知名度が上がっていってるんだなあと思うけど。まあそういうメンションとかもされるのよ。そん時もなんか？みたいな。なんか写真載せてる子がいて。みたいな。 で英語でなんか今日街歩いてたら南蛮街のところでナオミ・渡辺に会ったみたいなで私は大抵の芸能人を見ても驚かないがみたいなナオミを見たらすごく興奮してしまってじっと見て立ち止まってしまったみたいな失礼に当たってないかなみたいな私はすごくエキサイトしているみたいな <laughs>。ううとかもさ <laughs> めっちゃ嬉しいよねあなんかあ私のことを見てそんなエキサイトしてくれてもちろんそのアジアの人たちとかはすごい声かけてくれるしさそのもちろん日本人の人ともよく写真撮るんだけどなんかそことはまた違うこちらに住んでる人たちまだその思いっきり活動してるわけでもないのにこちらに住んでる人たちがこう知ってくれてるっていうのはかなりありがためんだったよありがたんって何ですかうんだからまあファンが増えていく じゃあちょっと本題に入りますけどファンが増えていくイコール何が起きるかといったらえ出会い系サイトでちょっと遊べなくなるっていうのがやっぱ一番の辛さなんだよね、まあ辛さっていうか別にいいんだけどさ別にいいんだけどよなんていうのかなやっぱりちょっと Tinder とかヒンジーっていうね サイトがああったりとかすするわけですアメリカにまあ、そのいろんなその出会いアプリみたいなのがあるんだけど、まあ、もちろん Tinder は私はもう7年前から登録してますから7年前に留学した時に Tinder が始まってそこからもう登録してずっとねあのー、オフにしたりオンにしたりとかしてるわけなんですが、まあ、今回はやっぱりさあのー、ちょっとやっぱりバチコンかましたいと思うじゃん。ニューヨーク来たらさちょっと口紅塗りながらやるわ。 が来たらやっぱりさバチコンかましながらさん歯につけちゃったごめん自由でごめんあのー、やっぱり来たからにはバチコンかましたいじゃないですかでまあまあちょっと久々に Tinder をオンしたわけですよ、まあ、ヒンジっていうやつもねダブルアプリで、ね あのー、幅広くねあの出会いを探させてもらったんですが出会いが、ね、ないわけではないんですよ、別に街歩いて,てあて、のー、でもね、私、あのー、なんていうのかな、まあ、ジョージとかさ、まあ、ネロさんとか、男性の友達と歩いてたりとかすることがあるんだけど、やっぱ男性といると、ね、声かけられないっていうのもある、まあ、まあそれだけじゃないよ、理由は。っていうのと、やっぱり出会いってお酒のバーらしいの、やっぱアメリカって。 やっぱお酒の飲むバーだったりとかするらしいんだけどお酒飲まない人だからちょっとこうお酒の場での出会いっていうのは求めてないわけですよだからまあちょっと出会いアプリでちょっともうあのぶちかまそうと思ってさもうインスタに載せた写真だったりとかもうインスタには載せてないとっておきのね加工しまくった写真とかバリバリ載せてたのよで会った時に惹かれないように自分の全身写真とかもねちゃんとしっかり載せるあの感じだったんだけど まあ例えば去年とか一昨年とかさニューヨークにいる時とかにオンにした時とかはまあなんか連絡取り合うような人はいたわ、まあ会ったりとかした人もいるけど一昨年とか特にだけど今回はねちょっとああいうナオミって言われることが多いわけ要はなんでかって言ってたらナオミって名前でやってないわけよナオミって名前でやってないのよ Tinder を違う名前でやってるわけ。 なああ直美って言われた時点で直美渡辺知ってるわけじゃん。ちょいちょいちょい。で別にいいじゃんと思うでしょいいじゃんって思うじゃん。いや、なおちゃん別にいいじゃん。なおみちゃんって分かってた上で会う方が良くないって。怖いんです、私は。どうする全部盗聴されてたりとか隠し撮りとか。じゃ例えばよ。いい人かもしれないけど、もしかしたら。 ね分かんんないじゃん私のことを殺そうと思ってた人にたまたま会っちゃったとかもあるかもしれないしさあと一番嫌なのが例えばね盛り上がっちゃいましたご飯食べ行ってえめっちゃ意気投合じゃないってなってでもえなんかキスしちゃったみたいなでそのたり分かんないじゃん今自分で喋りで取り払ったってんだけどエッチするかもしれないじゃんエッチするかもしれない <laughs> じゃあもしそういうふうになったときよもしそういうふうになったときにさ どうする隠しカメラで撮られてたら携帯端っこの方に置いてさわーってやっててさそのやってるところがさいろんなところに拡散されたらどうするよ芸人で売れる前にさポルノで売れちゃったらどうするやだよそんなのだからめちゃくちゃ慎重なのすっごい慎重なんだけどだから今連絡取ってる人たちはみんな私のことを知らない人見してます 怖いでしょ怖いでしょもちろんもう怖いことだからリスクがあまりにも多すぎるからだからなんか優しいあの私のことを知らない人と会ってますだから私はかなりあのネガティブな妄想までするからさもしそうされたら嫌だなと思ってそうだからちょっとあの怖いだから何もできてない状態ですニョンニョンニョンどうしよう出会いが全くないでもねその 何人かとこうつながるわけじゃないですかいいねお互いをしたらつながるじゃんその時とかもやっぱりなんていうの私あんまり日本の人と日本で Tinder やったとしてもなんかみんな渡辺直美さんですかみたいな感じだからまあそこでちょっと会話したりとか友達作ったりって感じだったんだけど普段のそういう経験をしてないわけよその一般女性としての経験がないからでアメリカではさ一般女性としての経験じゃん。 つながった瞬間のやっぱ第一声でも人それぞれ全然違くてさ「はいなんか、はいビューリー」とか「こんにちは、美人さん」っていう時もあれば「可愛い子ちゃん」みたいな「君のこの写真素敵だね」っていう褒め言葉から入る人もいるしあとはもうここではもう言えない言葉をいきなり送ってくれるやんすとかもいますよだからそういう下ネタをいきなりぶち込んでくる人とかがいるからあ 日本でもそうういい人っっててるのかなと思って私はそれが経験ないからこれがアメリカ特有なのか日本なのか分かんないんだけどじゃこれどうだか聞いていい例えば私が言われたのは「はーい」とか「あーはーい」って私を送る前にまず向こうが第一声で送ってきたのがなんか俺の、まあ、ちょっとはっきりは言わないよはっきりは言わないけど俺の俺のここを。 おめえの口にぶち込んでもいいかって言われたんだよね <laughs>。怖すぎわろた。ねえ、怖い。なんでそんなこと言うのいきなりと。口おっきいからかなわかんない。なんかそういうこと言われて怖くなったりとかさ。あとは何だったっけななんか俺のビッグマグナム見てみてと思わねえかみたいな。もうい 一発目からそれだったりとかしてさ、もうは、はぁみたいな。でも,も、うそういうやばいやつらもいるけど、もちろんいい人もいるけどね、でももう本当になんかその、なんかぶち込むぜみたいな。あっ、ちょっとごめんなさい、下ネタ言う前に下ネタ言いますって言えばよかったね。お家族で見てる方、大変申し訳ございませんでした。え、日本にもそういう人いるんだあーなるほどね。そうね、だからちょっとなんかそういうなんかね、ストレートな。 人たちからも来るねうん、まあ、ストレートの人たちが多いのかなまあそこからその人と連絡を続けたか続けてないかは皆さんご想像にお任せしますいや断ってないんかいっていう <laughs> そんなやつな <laughs> やばいやばいだろう あとはまあなんか本当に穏やかな人たちと連絡が取り合ってるって感じだけど別にそのなんか明確な恋愛をしているってわけじゃないですねうんだからみんな気をつけてね本当に。アメリカはアピールが大事だからねとか言って、<laughs> いやいやもっとアピールの仕方あるだろう <laughs> もっとなんか君,君をお姫様抱っこできるよとかさわかんないけどなんかもうちょっとなんかピュアな感じで来てほしいよねそのなんか口に。 口におめえの口にぶち込んでもいいかとかん <laughs> だろうこの英語と思ったもん何かグーグルでなんか調べたんだもん、うん何これみたいな先生から習ってない言葉だから全部汚い言葉ばっかりだようん参考にしたいとか言っていやどこを参考にすんのよ <laughs> 全然参考にならないでしょ <laughs> はい じゃあ一回下ネタは終わりまして、えーこ,の間ね、この間の話しますわあのニューヨークに、あのー、エンゼルスの大谷選手がニューヨーク・ヤンキースと戦うっていうことで来たんですよ振り返り試合みたいな感じでみんなさ前回もさやっぱニューヨーカーの人たちもさニューヨーク・ヤンキースが好きだけどでも大谷選手が来るってのでみんなもうテンションぶち上げだったわけ。 で7月にも来られてたみたいで,で私はなんか行けなかったのよでもみんな行った行ったとか言ってもう本当に最高だったとか言ってたから私も行けたらいいなみたいなでチケットをさやっぱ奮発してさ一番前の席を買ったんだけど私ど,ど,どこがどういう感じなのかが分からなくて一番前の席を買ったのよそしたらさその大谷選手のチームのベンチの真上だったのだからうわっと思って これなんか大谷さんの邪魔にならなければいいなと思,思ってたからちょっとこうちっちゃくなりながらなんか頑張れみたいなでもやっぱすごくてさまあせっかくだったらやっぱりそのアウェイな場所だからみんなヤンキースファンばっかりだからまあ私たちはなんかユニフォームを買いに行って大谷選手のユニフォームを着て赤いキャップかぶってもう行くぜみたいなヤンキースファンに何言われても行くぜみたいな感じでさ行ったのよ。 そしたらさ結構早めに着いて、まあ、外にはもうニューヨークヤンキースファンがいっぱいいるわけヤンキースファンってもう本当に子供から大人までねもちろん野球のファンの方は皆さんいると思うんですけど私あんまり知らなくてヤンキースファンって結構強めらしいのすぐブーイングとかするらしいし相手選手のこと煽ったりとかめちゃくちゃするらしいヤジもバンバン飛ばすらしいのね私それ知らなくてでその格好でうろちょろしてたのよ。 そしたらさ、目合う人も思いっきりもう全身ヤンキースみたいな人たちがさもう目合ったりとかしたらさってやんのよ、みんな、うちらのこの格好見て。出てこうやって近寄ってくるわけ、うわっ、なんか近寄ってくるんですけどと思って私が、いや、みたいなったらあんたがさ、大谷選手のファンなのは分かるよみたいな仕方がないみたいな私たちも今日は実は大谷を見に来たんだみたいな感じで。 もう全員がそれ言ってた。わかるよみたいな、大谷は素晴らしいみたいな感じで、みんな言ってくれてさ、で私もなんか <laughs> あの、そのユニフォーム着てることも、なんかそう誇らしく思ってさで、要は向こうからしても、あよくこんなあのヤンキースファンの中のお前、よくそれ着てくるってことは、相当好きなんだなみたいな、でも俺も好きだぜみたいな感じなわけよ。すごいよ、これね、本当に、やっぱ大谷選手がマジですごい。本当にもう アメリカ中からもちろんも記録ももちろんそうなんだけどやっぱアメリカ中の敵のチームからもすごく愛されてるっていうのはすごい現地で感じたの。でも私はちょっとこういいチケットだったからなんかその LINE があるわけよ。早く入れる LINE みたいな。LINE ってまたちょっと英語で言っちゃったごめんなさい列。列に並ぶんだけど今の言い方もムカつくよね。今のなんかごめんなさいとか言うのもムカつくよね。その列に並んでたの。後ろに日本人の女の人がいて。で大谷選手のマスクをつけてたの大谷選手の。 なんか写真のマスクみたいなでそれめっちゃいいっすねみたいな「あっ渡辺直美さんですか?」ってなって写真撮ったのねでそっからずっと34分ぐらい喋ってたのかなすっごいいい人であの大谷選手のおかげをずっとやってる方でニューヨークっていうか、まあ、そのアメリカにずっと住んでる人で,で結構その LA にも頻繁に行ってるしもう本当にいろんなところでこれから全国回ろうかなと思ってるんですみたいな「ええー、それすごいですね」みたいな。 私もいつかあの LA の本場の場所であの大谷選手を見に行きたいですみたいな今回は、ね、ちょっとアウェーな場所なんでみたいな話結構盛り上がったの。うん、え、直美さんて髪の毛長かったイメージなかったね気づかなかったですとか言っていやいやいやみたいなで、まあ、お互いのなんかたわいもない会話してどういうこと普段されてるんですかとか言ってわーってってたのよ。で まあその人が実は席が近いって話になって和なみさん、いい席取りましたね、よかったですねみたいないやもうラスト2席だったんでよかったですどこなんですかここですって、えー、めちゃくちゃお互いいい席ですねみたいな、じゃあまた後ほどって言って、で、うちは席に座る前にご飯食べるとこがあるから、ご飯食べてたのよ、で、ご飯食べ終わって戻ってきたら、その人がさ、あのー、ベンチがのぞける席だったんだけど、もう、すっごいずっとムービー撮っててさ。で 話しかけようと思ったんだけど、すごい形相で、大谷選手のこと撮ってたから、あこれは邪魔しちゃいけないなーと思ったの。あのー、これは、あんまり邪魔しちゃいけないなと思ってたから、遠くからちょっとそ様子見てたのよ。いや、私、ガンガンはいけないじゃん、その大谷選手のところには。そしたさ、その人がさ、バーとか言って撮ってる時に、私のこと見て、あっ、ナミさん、ナミさん、いろいろいる、いろいろ、来て来て来て、見える、見える、こっち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 来て、こっち来てやとか言って。で、いやいや、さ <laughs> すに私。 私、それだけなないいですみたいな <laughs> 私その隙間からさ、大谷くーとか言ってんのやばいでしょ <laughs>。いや、その人はいいけど、私に言ったらは、はわってなっちゃうから、でもその人がもう、すっごい凝相だったの。さっきまで外で喋ってる時は、めちゃくちゃいい人で穏やかな、なんか、あそうなんですか、へーって感じだったの。でもさ、あのベンチにいる時は、もうこんななってたからさ、わ、マジプロだなと思って。 もう大谷君の大好きなんだなと思っていや私ももちろん好きですけどそのガン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 っていう感じがねああみたいな「いやちょっと私は大丈夫です」え「え本当?」みたいな「見える見えるいけるいけるこっちから」みたいな「いや,いや大丈夫です大丈夫です」つってでいざ試合が始まったんだけどもその人もさ「大谷!」とか言ってもめっちゃ応援しちゃってて私もなんか「おわ」みたいな。 かっっけーと思って、で終わった後にさ、まあ、すっごい日本人の人がいっぱいいたのよ、もうアメリカに住んでるいろんな日本人の人たちがさ、見に来てたわけ。で、みんなとずりっと写真撮ってる中で、その人パーって来てさ、なんか、あ、ナミさん、お疲れ様です、みたいな、あ、お疲れ様です、いや、惜しかったですね、今日は、みたいな、いやいやいや、みたいな。 いやでもも本当にもうね次はねホームラン打てる打,てる打つ時にに亜ミさん、また来れたらいいですねみたいなそうですねみたたいなまた穏やかな感じに残っててわ私、はこの人と友達になりたいなと思ったんだよね、すっごいなんていうの私、なんかそういう人が大好きでなんていうのかな自分の好きなものとかに追っかけて本気でこう立ち向かっていってる人がすごい好きだから話してもすごい面白かったし。 でまたあの人に会えないかなと思って連絡先とかもいきなり私に交換してくださいっていうのもなんか失礼かなと思ってて私よりもちょっとお姉さんなんだけどで、まあ、その日が次の日ぐらいかな,な YouTube 見てたらさなんかその大谷選手のその日の試合の,の VTR とか動画を載せてる人がいてでパッて見たらさ明らかにその人なのその人が撮ってる動画で,さで途中、で私のことを映して渡辺直美さんもいたみたいな。 でえと思ってあこの人 YouTuber なんだと思ってでコメント欄みたいな,なんか渡辺直美さんと30分も話したんだみたいなあ向こうがいっぱい質問してくれてみたいな話しててあ,あ、YouTuber の人だったんだと思ってでもその喋ってるその文章 YouTube のコメントの文章も全然その時とテンション違くてさ「なんかっ!」みたいな「いやなんとかやっててくみたいなあれこんなさ そしたらますます気になっちゃってさちょっとその人とご飯行ってみたい <laughs> 本当に違うんだよねなんか不思議な初めて会った喋ってる時の印象も違うしあの動画を撮ってる時の印象も違うしあのコメントの時の印象も違うからめっちゃ気になっちゃったずっと喋ってて草みたいな感じだったからさ <laughs> そう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  いい出会い、出会ご飯は行ってないです、連絡先交換してないから、いや、連絡先交換したいんだよな。なんか、無我夢中な人が好きなんだよね、うん、なんか別に、その同じような、なんか趣味を持ってる人がすごい好きっていうか、クリエイティブな人もすごい好きっていうかね、だからその人にはすごくパッションをすごい感じて、すごい、ちょっとマダムなんだよ、マダムなんだけど、なんか大谷みたいな。 で私もなんか、大谷くんとか、大谷選手いけとかっていうのも、ちょっと大谷くんに対してもなんか、失礼かなっていうか、なんかこう、日本語が聞こえちゃうとちょっと違和感感じちゃうかなとか、いろいろ思ったのよ、なんか、応援したい気持ちはすごいあったんだけど、うん、でもう横にいる子どもたちとか、みんなさ、おー、うん、チ、oh, ってすっげー言ってたのよ、お、oh, ー、チみたいなに、ヤンキースファンだよ、ヤンキースファンも、大谷選手が出てきてもうみんな、うわーってなるし、大谷選手がちょっとパーンと打ったりとかしたら、うわーってなって。 で他の人がピッチャーの時とかは煽りめっちゃかけるから、ブーってみんな言うんだけど、大谷選手にはやっぱり優しいみたいな。で、みんな、おちゃにーって言ってるから、私も目立たないようにずっと、おちゃにーって言ってた。その、アメリカスタイルの名前の呼び方で、おちゃにーおちゃにーごーゴーおちゃにーってずっと言ってたよ。そしたらほら、違和感なんか聞こえるじゃん、いろんな言葉の中で。大谷選手、す,すごいんだよねって、そうなのよ。 これを伝えても,もちろんすごいのは分かってるみんながすごいと分かってるしあのもちろんニュースで、ね、見てる人たちもみんなすごいって分かってると思うんだけど現場に行ったらあ本気でこの人いかついなみたいなこの大谷選手やっぱすごいなっていうのはすごく感じましたね、うん、すごい勉強になりましたうん <laughs> そう私はおチャで合わせておチャで合わせて えー、そのユーチューバーの方はもう大谷ーって言ってたけど <laughs> 大谷行け <laughs> みたいなあユニホーム見たいあ持ってこよっか買ったユニホームと帽子持ってくるよ。 ザラザラザラこれですこれねいろんな種類の帽子が売ってたんだけどここにウエストって書いてあるのがいいなと思ってニューヨークで逆にウエストってかぶってるのがいいなっていうのでこれを買いました本当は選手と同じ帽子がいいなと思ったんだけど私実はキャップをねこうやって前にかぶることがあんまり好きじゃないのよファンデーション取れるから <laughs> だからキャップをねこうやって逆にかぶることが多くてでこの逆のここが一番これがなんか あの応援してる感っていうか可愛かったか分かりやすかったからこれを買いました可愛い,いよね <laughs> でユニホームこれはあのニューヨークにねあマイク遠いかごめんニューヨークにねあ,のあるんですよショップが全部の,あのメジャーの球団のグッズが全部売ってるお店があってそこも一番前は 全部大谷選手のユニフォームでした。こちらでーす。可愛い,いマジマジラブですかない。これはなんていうの？選手と同じ素材の選手と同じやつ、選手と同じユニフォームです。せっかくだったらと思って。だからまたねもし LAL 試合見に行けるときとかはこれをまだね着て。 いいけたらいいなって思ってて思ますいやー大谷くんか、日本にいるときはあんまりこうスポーツに行く機会がなかったのよ、なんか、試合とかがあるってなってもさ、なんていうの、ちょっと仕事でスケジュールがあって行けないとかっていうのがあったから、でも今回、ニューヨークにあったらやっぱ時間があるから、でスポーツも結構、チームもいろんなチームがあるからさ。 バスケも見に行ったり見させていただいたりとかなんかやっぱすごいよね集中力がだってもうさこの間の,その野球の時もそうだけどやっぱヤジがすっごいのよもうちょっとあの言えないぐらいのヤジもう「オラみたいな「もうなんとかなんとか」みたいなもうめちゃくちゃ聞こえるようなもうちょっとうんそういうのとかでももう本当にもう集中して。 動揺せずにこう頑張ってる人たちすごいなとすっごい思いましたけどね。うん、おいくらですかおいくらだったっけなおいくらでしたっけえー、っと45万円ぐらいでしたユニフォームは、うん、えルームツアーしてほしいなん <laughs> にもないですよこの家は。 この家は特にあの何もないのであれですが外明るくなってきた <laughs> 出会い系アプリも野球の試合も言えないことだらけいや本当にみんなやっぱ言葉が悪いんだよねみんな言葉が悪いのよソフトボールもやじすごいよはそうなんだそういうのもやじすごいんだね はい皆さんぜひねあのー、私も野球みたいよバスケみたいよっていう方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いしますさあそれでは、えー、ここで一旦皆さん休憩に入りたいと思いますこの後8時間ほどねやりますからあのまだまだねあのやっていきたいと思います8時間は嘘です8時間は嘘ですけどもここで一旦休憩していきたいと思いますそれではどれくらい休憩しようか うん今7時11分11分だから、えー、っとじゃあ20分,20分だから10分後ですな,ん 8, 分後ですな8分後の、えー、っと8時20分かな8時20分に、えー、また皆さんお会いしましょう1回ここね1回休憩入れます皆さんもう私もずっと今あの納豆とキムチの匂いがここやばすぎてさずっとこの下からのあおりが半端ないから。 ちょっと食器をからづけながら皆さんとまたお会いしたいと思います。それではまた はい、ということで皆さん帰ってまいりましたーあっちょっと待ってえっんかカメラが映ってないんだけど、はあ映った <laughs> ごめんねみんなごめんなさい <laughs> ごめんねごめん これで今多分映ってるはず映ってるはずごめん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 なエスストーーリですごめんなサイエンスストーリーですごめんなさいごめんなさいごめんね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 ちょっとやっぱ一回あれしちゃったかな休憩してたからちょっとカメラが止まってマンチョロ P でした 嬉しいよ、なんかたくさんの人が見に来てくれて嬉しい、なんかさほらあのニューヨークにもう5ヶ月行っちゃってさ活動範囲がマジでインスタでしかやってないからインスタでは毎日のようにストーリー上げてんだよよ毎日のようにストーリーリを投稿してニューヨークの面白かった出来事とかも,もう文章、でもう小説のような物語として私は発表してたんだけど。 あの、まだね、インスタの方をフォローしてないよっていう方は、ぜひインスタの方をフォローしていただけたら。あの、さっき話した話とかも、結構あの写真付けて載せてたりとかするので、皆さんぜひそちらの方も。ええ、ちやちやしてください。なんかさ、家のことすごい言われるんだけど、この家は借りてる、借りてる家です。借りてる家。借りてるお家です。で。まあ、何度も言ってるんだけど、家を私は買ったんですよ。違う地域に、ニューヨークの。 でそこの今家をあのデザインを考えてて改装してる途中なんですねなのでまだあのその家には住めないのであのこちらの方に住んでまーすあインスタ毎日見てるよありがとうございますありがとうろろそばでございますそうそうそうでこの家は借りてる家ですピアノもあるし私はピアノ弾けないんだけどピアノもあるしあとあの やっぱりさニューヨークに来たらやっぱスケボーって話じゃんだからのスケボーもね買ったのよこの間の、ね、私が投稿した動画の方もあると思うんですけどあの動画の方でもねあのスケボーにチャレンジしてるところが載せてあるんだけどちょっとじゃあみんなに特別にスケボー乗ってるところを見せてあげるね見えるかなこれで。 ありがとうございました <laughs> <laughs> 信じられないぐらい乗れないんだけど怖いです、まだスケボーが。でも本当に街中にさスケーターボーイたちがさめちゃくちゃいっぱいいるのよもうみんなずーーとか言ってんならもうなんか通勤もスケボーみたいなもうみんなスケボー超乗ってるからそんなに楽しいのかなと思って買ってやってみたんだけど <laughs>。 金メダルじゃんとか言って <laughs> 一番バカにしてるじゃん <laughs> そうでバスケの試合も見に行ったのよでバスケの試合がたまたまなんかネッツファンの知り合いの知り合いの方がいてで今ちょっと香港にいてチケットを買ってあるんだけどあのもしよかったら行きませんかって言ってやって。 言っててくれてでうわもうバスケとかも私、すごいいつか見に行きたいと思ったのでありがとうございますっ,つってそのチケットをいただいて行かせてもらったんですよネッツっていうブルックリンの,あのバスケのチームなんだけどいや、それもかっこよかったしなんか選手となんか目あった気がする、まジ推し一人見つけたんだけどえマジかっこいいと思ってでまあバスケもまた見に行きたいなっていうだからそれのきっかけでちょっとバスケも始めたりとかきっかけが多すぎるのよ。野球も だからもうね、本当にね、影響されやすいんだよね、そういう興味があるものに関しての、これはまたそれと同じかもしれないんだけど、例えば、インスタでも言ったんだけど、映画とかを見るじゃん、映画を見た後私、どうしてもその主人公に、ちょっと憑依してしまって、その主人公の気持ちになっちゃうわけよ、例えば、その主人公が殺し屋の役だったら、映画見終わった後はもう殺し屋モード入っちゃってたりとか、 あとスパイの映画見た後はもは自分がスパイだと思っちゃったりとかしてなんか帰り際とか帰る時はもうめっちゃスパイみたいな感じで帰ったりとかみたいな感じでやっぱやばいんだよねで子どもの頃からそうなんだけど大人になったら治るかなと思ったらますますひどくなっちゃってさで今、ネットフリックスでまあちょっと遅いかもしれないけど「オレンジーズニューブラック」っていうまあ女,性主刑ん女性刑務所 の話なの。話なニューヨークの,あの田舎の方の女性刑務所、アメリカの女性刑務所の話なんだけどそれをずっと見てたのシーズン7まであるからそれをずっと見てたらさまるで自分がそこの世界にいるかのようになっちゃうからそれを連続で見てしまった日にはもう本当にやばいもう目つきも,その,なんかもうその物語の人たちと同じ表情になっちゃってなんかあ,あ やってみようかみたいなもう感じ悪みたいなシンプルにただの感じ悪なんだけど入り込んじゃうのよどうしてもであれで英語を覚えようと思ったんだけども英語もひどいもう英語ももう,きもうとんでもないとんでもない汚い言葉だったりとかするからそれもなんか言い始めちゃったりとかしてさもう入り込んじゃうんだよねその世界にうんこれわかるみんなもそうじゃない そうなのよだからこれがちょっとねしんどいというかよくないなと思ってるんだけどでその作品見てない人からしたらしんどいじゃん「なんかオレンジイズニューブラック」見すぎてるときはやばかったねあれはで打ち合わせとかしてとかするとさ日本と打ち合わせするとズームとかじゃんだからなんかもうなんか本当に「わかりました」みたいななんか <laughs> え「え <laughs> 自分で言っときながらえ何?」みたいな。 やってみみましょうみたいな <laughs> ちょっとそのオレンジーズニューブラックが生えてきちゃうんだよねだからそういうバスケとか見に行ったらバスケやりたくなっちゃうし野球見に行ったらバッティングセンター行きたいってなっちゃうし、うん、面白いもので影響されちゃうんだよねうんでまあ、ちょっとさあの前回のなんていうの,あの私が作った動画のことについてちょっと喋りたいんだけど、まあ、まだね見てらっしゃらない方もいらっしゃると思います何て言うのかな まだ見てへんよっていう人もいるとは思うんだけどあの動画はうんなんでフィルムカメラで動画を撮ったかって言ったら、まあ、ちょっとそのニューヨークが本当に去年10月に1ヶ月半お邪魔したのだと去年の3月まではニューヨークにいたので,でその3月のコロナになったっていうので日本帰ってきたりとかしてたんだけどバン バン店が潰れたのもう信じられないぐらい私がよく行ってたお店とかも結構飲食店もそうだし小物屋さんとか好きなお店も結構バンバン潰れててみんなそれ,ぞれもそれぞれの国に帰ってっちゃったりとかもうニューヨークにも人が住んでないみたいなのが結構あったのよで10月に帰ってきた時もやっぱお店も全然開いてないしもうなんていうのもうゴーストタウンかっていうか誰も歩いてなかったのねコロナの時とかは。 でちょっとニューヨークの経済やばいかもみたいなってちょっと言われてた時期があったんですよでこの4月に来た、まあ、移住してきてで、まあ、そのワクチンをみんなが打ち始めてからちょっとこうみんなね何ていうのかな動き出すじゃないけど仕事するぞみたいな、ま、マジで街の活気が半端なかったんだよねでなんか「仕事仕事仕事」みたいな「稼ぐぜ稼ぐぜ」みたいな。 感じっていうか,なんかもうオラーみたいなパワーがすごいこう何て言うのかな私は80年代に生まれたからあまり詳しくはないんだけどすごいバブルの時みたいな感じなのかなと思ったのちょっとこのみんな稼ぐぜーみたいな感じなんかわかるなんかそういうのを感じた時にすごい80年代とかのニューヨークっぽいなと思った何だかっていったらその80年代の時からもうニューヨークに来てる日本人の人とかとしゃべるとさすごい昔のニューヨークっぽいみたいな 感じのこと言ってたのもう活気がもう行くぜみたいな一人一人別に「行くぜ!」って言いながら歩いてるわけじゃないんだよみんな。なんか俺のこと見るよみたいな「輝いてると思わねえかみたいなそういうことじゃないんだよ <laughs> そのみんな普通に無言では歩いてんだけどそれぞれがなんか「行ったるぜ!」みたいな感じがすごい感じだからここはあえて今私から見てる2021年のニューヨークなんだけど80年代のニューヨークと掛け合わせた感じでちょっとフィルムで撮りたいなと思って撮った作品で。 で別に、なんかね、そういうなんていうのかなあのおしゃれに思われたいっていうわけでは全くなかったんだけど、まあ、80年代のフィルムで私は今、2021年なんだけどっていうところでそれをなんか形にして作りたかったっていうのがあったんだけどまあ大変、ね、フィルムって大変だなと思ったよ。本当に。あの フィルムの動画であのカメラが、まあ、70年代か80年代のカメラなの、まあ、当時のカメラを買って撮ったんだけどフィルムがさこうパッケージに入ってないけどその一つのフィルムで3分半しか撮れないのだから3分半しか撮れないから長回しができないわけだから無駄に撮れないここだっていうとこしか撮れないからで一応私はあれ音楽に合わせて編集してるんだけど 一応全部音ハメしてるんだけどうわー!」みたいなここで切れちゃうんだとか急に終わっちゃうのよそのカメラがバーって終わっちゃったりとかするのがすごく嫌でうわっこの絵使えないとか編集しながらちょっと大変だったね音ハメとか。 カメラも正常に動くかも分かんないからさ、たまたま今回カメラマンでお願いした K さんという方も同じカメラを持ってたから、まあ、2台のカメラで撮ってたんだけど、どっちも本当に今、動くかどうかも分かんないから、だからすっごい怖かったんだよね、現像するまで映像が撮れてるか分かんないから、そしたら無事、現像もできて、で今結構、その現像も普通のクオリティと、あと 4K にしてくれるのもあるから、まあ、4K にしてやったのよ、ここまでついてこれてる、みんな。 ここまでついてこれてれるで、それでなんかいろいろ作ったんだけどまあ素材があるじゃないですかでそれで編集するじゃないですかで、まあ、もちろん撮影の時はねあのみんなと一緒にやったんだけど編集はもう自分一人でやらなきゃいけないから、まあ、曲探しとかいろんな曲もほんとはゼロから曲も作ってたんだけどなんか違うなと思ってなんかもういろいろ探しながらやったわけよ。で あの最後の絵とかエンディングとかも全部自分で iPad でさ画像作ったりとかさ最後の絵も自分で絵描いたりとかっていうなんか本当になんていうの自分でやった作品っていうかもうだからもう趣味ただの趣味の映像なんですよ <laughs> だからいきなり出したからみんなあのびっくりしたかもしれないけどそうなのよねあのちょっと一発いきなり生配信やるんじゃなくてまあ一発ちょっとニューヨークの流れみたいなのを。 あの音楽に寄せて見せた方がみんなもストレスなく見れるのかなと思ってそういうふうな動画を撮ったんだよね。で一応あれにはメッセージがあってそのメッセージだけ伝えてもいいですか <laughs> 一応その私の中の,あの動画のメッセージは、まあ、あの日あのバスケとスケボーをやりに公園に行ったんだけどあの時いろいろ教えてくれた男の子二人がいるんだけどねあの子たちは その日に初めて会ってたまたま会ってで一緒にいたヘアメイクのネロさんとたまたま知り合いの子たちだったので、まあ、ちょっとバスケあそれスケボー教えてよなんて言ったらさ19歳ぐらいの子なのかな普通友達と一緒にいたいじゃんなのにいいよとか言ってずっと教えてくれててでバスケの子もバスケやり始めた時に僕が次バスケ教えてあげるよとか言って教えてくれたので、ねまあ、すっごいいい子たちだったんだけど要はあれでほらスケボーとかさ バススケケとかも一個もも入ってないしスケボーも一人で滑れてないわけよ滑れてないんだけど楽しかったし挑戦してみないと分かんないこともあったから私からのアルバメッセージは失敗しても挑戦したらきっとまた新たな自分と出会えるよっていうことだから要はああやって、ね、スケボーできないみたいな、まあ、全部入ってないのもまじ笑えるんだけど笑それを見て笑いながらも。 じゃあ私も何か新しいことに挑戦したいなとか思ってる人たちでも怖いなと思う人たちがなんか前向きに言ってくれたらいいなっていう願いがありました、うん、あとはまあただ飯食ってるだけみたいな感じだけど、まあそうね、あの楽しそうに見えるけど、まあ、まあ戦,戦うために頑張ってますっていう感じの動画だったかな、うん、だからまあたくさんの、ね、いろんなコメントもあのいただいて。 あのー、最新のコメントだとまあ残念ながら仕事はないだろうなみたいなそのアメリカで成功しないだろうなっていう人のコメントとかもあってすっげえわかるそれはやっぱりすごい簡単じゃないなっていうこともすごいわかるしやっぱそのアジア人っていうのがかなり難しいなっていうのも感じるしもちろん私も、ね、英語も喋れてないからわかるんだけど すごいいそのの人たちのことも否定しないでしなでょ全くわかるけどでもそれを乗り越えたいなって思うしそれに挑戦したいなと思うしなんかやっぱ固定概念だけでやっぱ生きてきたくないなっていうのもあるしなんかそれが成功しようが失敗しようがなんかここで思いっきり挑戦してみた先に失敗したとしてもその時にしか出会えない自分もいるだろうなと思って今挑戦してるっていうのもあるから。 だからまあ私はもうニューヨークに来てすぐ売れるなんて全くも思ってないしなんなら東京に上京した時もテレビにすぐ出れるなんてもう思ってもなかったかな、うん。だからまあ日々勉強です、もうニューヨークの文化アメリカの文化も学びながら。 あのー、いろんなことに挑戦していかなきゃいけないしもちろん休みも取りながら、あのー、も,うもちろん、ね、仕事なんてもうオーディションも受けてるさオーディション、まあ、映画とかのオーディションとか受けてたりとかするけどもやっぱ言葉だったりとかっていうのがどうなんだろうねまだ結果とかも出てなかったりもするけど。 だから今やっぱ言葉を使わないファッションの仕事がすごい多い雑誌の撮影だったりとかそういうものがすごい多いんだけどでもそれに焦らずに自分で一歩ずつかみしめて応援してくれてる人のためになんか素敵なみんなで素敵な景色を見に行けたらいいなと思うえなんかそのい気持ちなっちゃった最後の言い方 <laughs> 最後の言い方気持ち悪くなっちゃった <laughs> でも否定する人の気持ちもわかるすっごいわかるうん 無理だろうとか何のためにアメリカ行ってんのとかっていう素朴な疑問もわかるただ私がアメリカに行く理由がないんだよねただとにかくなんか自分を試したいっていうのもあるし自信があるわけではないのよ別に絶対アメリカで売れるぜっていう自信があるわけじゃないんだよね何だろうねなんでニューヨークに来たのかいろんな理由があるんだけどやっぱり自分がどこまであの挑戦していけるのかっていうのと いやだからもう本当にやないよ吉本からしたらさ、もう訳わ若わめ状態なわけよ、なんか、えっ、なんなの、なんかニューヨーク行くとか行ってさ、みたいな <laughs>、だから、なんかそのニューヨークでのコネだったりとかっていうのは、もちろん自分で、ね、エージェントとかも自分で探したりとか、友達づてに探したりとかっていうのは、2019年からもやってたから、まあ、それで家も探したりとか、地域のことだったりとか、人、まあ、つ気合いだったりとかっていうのも、全部、まあ、吉本が訳わ若わめ状態なところを、 まあ吉本にまあ稼ぎきりとかいうのはあんまり好きではないからそういうのやっぱ自分がやりたいことは自分でちゃんとね処理するじゃないけどそういうのをやらなきゃいけないなと思ってるからまあ自分でいろいろ考えてだから今だからそれこそ言っていいのか分からないけど自分でも今企画を考えたものをアメリカの Netflix の人に見せたりとか,なんか自分でやりたいこと例えば私は今英語が喋れないわけでも喋れない自分のだから要はちょっとしか喋れない。 ちょっとしかしゃべれない自分って今しかないから今の自分にしかできないこともやりたいなと思うもちろんエージェントに言われるのよやっぱ英語を完璧にしゃべってからじゃないとやっぱなかなか仕事は厳しいかもっつってまあ分かるよみたいなでもだからといってすぐには英語しゃべれるわけではないからねだからあの大丈夫っつってで今自分の企画立てて英語がしゃべれてない自分をどうやって個性にしようかなっていう企画をいろいろ考えて提出したりとかしてたりとかさ 新しい企画もこれからやろうと思ってるんだけどまあそうねだからもう言えないことばっかりなんだけど私は元気にやってますニョキ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 キノコが肩からニョキッと生えたら頭からも生えてきて大変なことになったんだはいみなさんこんにちは <laughs> <laughs> 人生一度きり楽しんだもん勝ちそうよね,そう,よねそうなのよ すごいポジティブえポジティブかな、まあ、できないこともね自分の個性だと思ってますからただやっぱり勉強しなきゃいけないこともあるしでも私は知らないこととか分かんないことを優しく教えてくれる人たちがいっぱいいるわけやっぱルールとかその何て言うのかなやっぱ文化だったりとかっていうの分かんないことを教えてくれる人がいるから,だからそれってすごく幸せなことだなとは思うしだから自分ももし分かんない人がいたら自分もあの 教えてあげれるちゃんと教えられる立場になれたらいいなと思うけどねうんああ <laughs> 応援してるぞありがとうでもとにかくもう一番はやっぱみんなが応援してくれてるからこそこれは別に本当に嘘とかじゃなくてみんなが応援してくれてるからこそ私は頑張れてるし あの日本の皆さんに支えられてここまでやってこれたなと思うし、まあ、15年目私え今何年目なんだろう15年目かなえ16年目ちょっと分かんないや15年目なんだけどん 15, 年目で、ね、15年目なんだけど、まあ、その要,要は14年間日本でいっぱいお仕事させてもらってたくさんの人にお世話になってあの本当にありがたい中でこうやって旅立ちをさせてくださって。 で、今、私はニューヨークでは一年目なので、ちょっとね、ここから、あのー、いろんなことが起きるんだろうなと思い,思いながらも。皆さんの応援のおかげなので、これからも応援してくださったらと思っております。ずっと、ずっと応援してくれ。ありがとうロロそばでしかないです。でも、どうなるかわかんないよ。やっぱ、このままで、あのー、埋もれるかもしれないし。やっぱ、もう、本当に、まじ、敵多すぎ問題ね。 <laughs> 強めだわみんなでもちょっとまあその強めな人たちともねバランスよく、えー、共存していきながら自分の個性を出していけたらなと思うしあとはもっと勉強が必要だねもちろん英語の勉強もそうだけど、まあ、人としてもなんかアメリカのノリだったりとか、まあ、とにかくねそのなんでアメリカなんだろうと思うんだけどやっぱ日本とかアジアだけじゃなく、まあ、もちろんアジアでもたくさんお仕事させてもらったけどうん。 なんか世界中の人を笑わせれるような笑わせるというか笑わせてもいいし感動させてもいいんだけど世界中の人が楽しんでもらえるようなエンターテイナーになりたいなと思ってますはいありがとうございますありがとう <laughs> まあみんな優しい本当に優しいよこんな,なんかさ情緒不安定な人にこうついてきてくれるっていうのは優しいよ えぶっちゃけって話していいぶっちゃけさ、なんか、まあ、恋愛トークなんだけど私ずっと恋愛してなかったの、マジでずっと恋愛してなくて、まあ、3年ぐらい好きな人いなかったのかな全くいなかったのでも仕事仕事みたいな感じだったしもちろん,なんか素敵な男性はいっぱいいるんだけど仲間みたいな。 感じだったからその恋愛の例の字もちょっと頭の中でも30になってから結婚とかも別になんか結婚願望とかそれまではあったんだけどそれまで今はあんまりなかったりとかしてたんだよねでずっとなかったんだけどもうニューヨークに行ったら、まあ、正直ちょっとなんか遊びまくるぜみたいな <laughs> あのー、遊びまくるぜみたいなふうにちょっと思ってたわけ。 でニューヨークで何かいい出会いあったらいいなとかなんか新たな出会いがあったらいいななんて思ってたんだけどニューヨークに行く前になんか好きな人ができたんだよねでその何て言うのかなそのニューヨークに行く前ニューヨークに行っちゃった後にニューヨークで出会うならまだいいんだけど ニューヨークに行く前に日本で好きな人ができてしまってんでしんどかったんだよねって話 <laughs> えっ何バナ恋バナ急にリアルな恋バナし始めてさっきまでなんか「おめえの口にぶち込みて!」とか言ってたのに <laughs> まあそのニューヨークに行く前に好きな人ができてうわっつらっと思ったのあ 恋愛ってこんんなな辛いいだみたいなでも私はもうニューヨークに行っちゃうからさもう諦めるしかないよねだから諦めたんだよしんどかったで、まあ、ニューヨークに行ってからっていうかまあこれから私はもう何年も仕事頑張るぜみたいなアメリカで頑張るぜって思ってたんだけどやっぱさすごいなんか母みたいな。 しんどって思ったんどいいっっ思たただよねなんかその会えないみたいなみ別に向こうは知らないわけだし好きっていうのはもちろんね出してないから私はでも勝手にもう片思いしててさうわーと思ってたんだけどまい、あ、いやと思ってニューヨーク来てでもそれでもなんかやっぱさ耐えられないというかしんどくてで結局なんか連絡とかは取ってたんだけど。 まあ連絡とかもまあお互いほら時差もあるしまあ向こうもね仕事が忙しいだろうから連絡がねなかなか取れな,くて取れなくなっちゃったりとかしたので余計不安になっちゃってなんかすごい嫌な気持ちっていうかうわーってなっちゃって気持ちがだからもう諦めました。それきっかけでまあ開いたんだよね でティンダー開いたらやばいやつらに絡まれてあ怖みたいなだから当分はこれからまた恋愛もしないだろうなと思ってるけどなんかあんな急に大恋愛をするとは思わなかった自分の中で <laughs> うーん諦めるよねやっぱ難しいもんなんかなんていうのこれからがねどうなっていくかも分かんないし、まあ、会えないのもあるだろうし別にここからねお互い気持ちを じゃあ、ここからなんかじゃあ、ほら、わかんないよ。なんか大人の恋愛ってわかんないけど、じゃあ、お互いちょっとなんか、あみたいな感じだったら、ご飯行ったりとかさ、なんか2人でデートしたりとかするのかわかんないけど、そういうことができないから、だから今、だからずっとお互いなんか、友達ですみたいな感じのままで進んじゃったから、しんどいよね。え、なんかすごいテンパって汗かいてきちゃった。<laughs> あー、ね、すごい汗かいちゃった。 マジでちょっとアイス取ってくるわ、暑いから。 えっとねねこれね最近見つけたんだけどスニッカーズのアイスなんだよねススニッカーズのアイス <laughs> めっちゃうまそうじゃないこれ日本にある私わかんないんだけどそうスニッカーズのちょっとねアイスを食べながらお話ししていきたいと思います。 そうなんだよね、まあ、別にこんな話するつもりじゃなかったんだけど、まあ、ちょっとやっぱ難しいなと思ったよねだからななんかんでなんだろうと思ってニューヨークに行ってからの恋愛でもいいやんけと思ったんだけどなんかニューヨーク行く前の,その感じとかちょ,っとちょっとしんどかったな、うん、うわっ、本当にアイスだ、うまっ煙出てる、冷たすぎて。 煙出てるおいしいただナッツがすごい凍ってるから歯折れたかと思った今ゴリって言ったんだけどあーちょっとこれ歯折れるやつだ。 うん、うまいめっちゃおいしいえスニッカー財産ある日本にうまそうだから恋愛難しいなってすんごい思ったんだよねうん私も苦手だしなんか自分アピールするとか だからちょっと今もただのなんか女の子みたいなトークしてるけど忘れるのに必死ですうんどうなのみんなの恋愛事情はやっぱニューヨークで恋愛するのはむずいちょっとやっぱ言葉も分かんないから深い話とかできなくて なんかお互いふわっとした話しかできないから私仕事に集中しなきゃみたいな,なんか恋愛なんてしてる場合じゃないみたいな感じだったけどうんむずいなと思ってね別にうんその人がどう思うか分かんないけどたとえもし付き合ったとしても無理じゃあもう離れすぎてて。 だよねだから彼氏いる人とか彼女いる人とかねカップル結婚してる人すごいなと思うどうやってそこまでいくんだろうっていうやり方わかんないから教科書があればいいのにねなんていうのもう恋愛ってさ 例えば仕事頑張るとか仕事頑張るんだったらもう自分の努力次第っていうかさじゃあ私って英語頑張ろうとか文化を学ぼうとかさじゃ編集頑張るって言ったら編集自分で頑張るとかさあるけど恋愛頑張るはもう無理じゃん自分一人じゃ無理で恋愛ってもう相手がいないとさ相手と私とその人の関係性だから向こうが 私が同じ気持ちになって初めて恋愛がピュンってなるからさだから難しい恋愛の頑張り方わかんないだからみんな教えてわかんないからニョ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 ンブイ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 いや、えー、そっかーみんなもねいろいろあったのね恋愛の頑張りようがないよねって言いやマジそれそれなのよ頑張りようがないのよ 頑張れば頑張るほど肩回りしちゃうし相手の気持ちあってこそだから難しいんだよねマジで歯痛くなったわさっきのナッツでなんかジンジン言ってるうんそういうのありましたよえ今どれくらいやってるのあもう2時間経つんだ 早いね。ではまだまだいきますよ、皆さん。ちょっとね、今は、なんか、しーんとした恋愛話だったから、ここからはちょっと、皆さんの質問コーナーをやっていきたいと思います。あっ、その前に、押されてた、ハッスルタイムでーす

ボタンを押すよ、ボタンを押すよ、チャンネル登録したあとは、ちゃんとリマインダー、知みたいなのやってよ。ありがとうございます。ぜひねあの、チャンネル登録とあのいいねボタンの方を皆さんよろしくお願いします。ああ、そうだ、来週、来週もあの動画を載せる予定です、えー。来週は18時ぐらいに載せようかな。来週の土曜日 もう18時に動画を載せる予定です、えー、その動画の内容は日本で撮った動画なんですけども私が大好きな方とあの一緒にあの撮影させていただいておりました、えー、そのコラボ動画の方でございますこれのね詳細はちょっとそうね2日前か前日にインスタのストーリーの方で載せようかなと思っているんでぜひ皆さんそれはチェックしておいてくださいありがとうございます はいあ,あと、ごめん、もう本当にみんなごめん、この5ヶ月の間に100万人、チャンネル登録者数が100万人超えました、本当に皆さん、ありがとうございました、このタイミングがね、ちょうど前回の生配信の後に100万人超えてたので、ちょっとあの言うタイミングがなかったんですけども、あの皆さんのおかげで100万人、ありがとうございました。むしろささ103万人がずっとキープされてて 5ヶ月も更新しないのによくみんなフォローを外さなかったなと思って本当に待ってくださった方々皆さん本当にありがとうございますで今回ちょっとね、あのー、いろいろ考えてて100万人記念のなんかグッズみたいなのを販売できたらいいなっていうのもちょっと考えてるんであの100万人せっかくねみんなと一緒に行けたから。 グッズとかなんかいろんなことやりたいなと思います。で一応年内の目標を掲げていて、え年内にえっと500万人あのチャンネル登録者数いけたらいいなと思っております。えぜひ皆さんねあのー、今携帯に入っている連絡先の人たち全員にあのー、私のインスタあユーチューブの,の URL を送ってもらって 一人多分100人以上はいらっしゃると思うので100人ぐらいの人に送っていただいてこれを見ないとあの嫌なことが起きますとこれ,が見たこれを見たら幸せなことが起きますチャンネル登録してくださいって言ってください昔流行ったチェーンメール <laughs> <laughs> チェーンメールのやり方 <laughs> <laughs> そうなのありがとうみんなありがとうございます <laughs> 年内500万無理か。 <laughs> チェンメルチェンメねマジで古すぎて草ね草って言うじゃんこれねよく私も結構34年ぐらい前から使ってるんだけど草草が生える草ってさまあ、ら藁みたいな意味じゃんあの W の草みたいな感じだけどあれをさネットとかで使う人いるけど口に出して言う人っているのかな若い子たちなんか言うのかなえお前マジでそれは草だわ みたいななな <laughs> あれ不思議なんだよな最近私はそれ言う人いないだろうと思って言ってるんだけど自分でくさって言っていやそれ言ってる人いないわっていうツッコミ待ちなんだけど意外といいのかな、うん、あいるんだあいるんだへえじゃあ私も今後言っていこうあれおもろいんだよね口,口に出して言うとめっちゃおもろいんだよねじゃあちょっと年内500万人登録者数を目指して やっていきたいいいと思いますいやいやあと3か月とかしかなくて草いやむしろ4か月半ある算数苦手 <laughs> あえて言うわかるわかる草ってあえて言うよねわかるわそうねうーんあのまあ YouTube の方は年内500万から600万ぐらいのチャンネル登録者数 行きたいなと思っても、毎日とか相当、相当頑張らないと無理だけどそれはちょっとあれですがあのインスタもね、ちょっとあの頑張って1000万、今、えー、955万人なのかなフォロワー数がなのでちょっとやっぱり年内は難しいと思うんですけど私も投稿頑張るんで、まあ、1000万は1年後ぐらいに湧いていけたらいいなと思ってますね。う それ厳しくああい,いやもういきますよ500万人はいきますようん1000万ねまあ一千万そうねそのインスタの方はちょっと頑張りたいなと思うインスタも全然ねストーリーしか更新してなくて全然なんていうの普通の投稿とかあまり更新してないのよだけど今後更新するは頑張ってうん やっぱストーリーだとさ全部消えてっちゃうからさうーん DM とか見れなくなりそう,いやそう DM もね1つストーリーとか載せたら結構、まあ、2000件とか3000件とか来るんだよね私のストーリーもう1つの投稿のストーリーで何百万人って見てくださるんですけどまああのすごい DM が来るけど見れる時は結構全部見てる。 あと投稿したあとは必ず1時間ぐらいは見るかなそのどういう反応するかなっていうのをみんなの見たりとかするから私は結構全部見てんだよねうんなんか面白いんだよね、まあ、友達ともさ電話したりとかさめあの喋、ー、ったりとかはするけどでもなんかこうまたみんなとねこうコミュニケーション取るのすごい楽しいんだよねうん500万は強すぎ <laughs> い,やいつか1億いきたいからどっちもインスタも、あのー、YouTube も 1>, あの1億4億四千万でいきたいですうんそこまでいけたら結構強めだよねストーリー結構保存してるす。あマジありがとう Vlog のサムネ変わりましたよねあそうなの変わっただいやだからもう大変もう全部私もう本当に凝り性なのよ凝り性っていうかもうこだわりが強すぎて自分でも嫌になるんだよね 編集しててもこれじゃないもっとこうもっとこうみたいなもう本当に自分でも嫌になっちゃうだからちょっと部屋を片づけたくない理由は片づけられないっていうのもあるんだけど1回でも片づけたらもううわーって全部気になって片づけたくなっちゃってすっごい体力使うからだからできるだけなんかねそのちょうどいいのができないんだよねそうちょうどいいなんか80点ぐらいのことができなくてやるならもう120点でやりたいみたいな。 そのためには時間と労力をすごい使うしもうこだわりいらないだろそんなねとか言って絶対周り思ってるだろうなと思うようなこだわりとかやっぱぶちかましてくるからさすっげえ疲れる時あるそんな自分がなんか別に完璧主義者ってわけではないんだけどいやいやこうやった方がいいのかなもっとこうなのいやもっとこうだこうだこうだもっといいのがあるみたいなこの間の動画そのまた皆さんね見てくれたら嬉しいんですけどこの間の動画の時が結構それが爆発しちゃって。 ちょっともうこ,うこだわりこだわりみたいなのを載せた後とかもうわもっとこここうすればよかったなうわここずれてるじゃんみたいなうわ音楽みたいなうわーみたいなもう本当に嫌そんな自分が嫌疲れたんこぶですよだけど出来上がった時の爽快感とかうわーみたいなのはあるしあれは言ったら趣味みたいなもんだからあれだけどねギュンってなっちゃうんだよね A A 型型の性格ですよねあ A 型ってそうなんだこだわっちゃうさあ皆さん今もう私の喋りたいことを喋ったのでここからは質問コーナーに行きたいと思いますこれから質問コーナーをね、えー、と5時間ほどやっていきたいと思いますので、えー、皆さんどしどし質問を送っていってくださいちょっと私がついていければいいんだけどねコメントに。 オオッケーオッケケーーどうぞどうぞ質問どうぞ、うん、えー、日本いつ戻るのってまだ未定ですまだはっきりとは決まってないですけど年内行きます年内どっかのタイミングででもまあちょっと海外から行くからそれがどのようになるのかわからないけどまあ年内来年なのかちょっとどっかのタイミングで行けたらいいなと思います えー、ゲームはしてるってしてますよゲー,ムはやゲームやってますよちょっと一時期ね仕事忙しすぎて1か月ぐらいやってなかった時期あったんだけど今ちょっとまたやり始めましたまたゲームの話します今ちょっとねセンシティブでちょっとねシビアなじじ時代になってるからちょっと落ち着いてからまだその話はしたいと思いますえー TikTok はやらないのやってます一応5年前から TikTok をやってますもともと TikTok がやる前の TikTok と同じシステムのアプリをずっとやっててテレビでも紹介しててで気づいたら TikTok ができて TikTok がその会社を買収してやってたから,ら TikTok56 年,年ぐらい前からやってる設定になってる <laughs> でも TikTok はもう更新しないですちょっと私にはそれは無理なんかこういうなんか

まあみたいなその可愛くやってる女の子たちのものまねみたいなシステムでやるのもいいかなと思うけどねうんちょっと私はあれは恥ずかしくてできないな無理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 テンパっちゃでも今当たり前なんでしょみんな TikTok やるのが。 どうなの当たり前なのうんティーバッグ履く,く気になりましたかい,いえ、まあ、最近インスタでねティーバッグの話してティーバッグ履いてますかっていう質問が来たの で私はそれを質問で返したんだけどティーバッグって運気つかないですかっていう話をしたのよだってさシンプルに考えてみてほんと申し訳ないよごめんねつかない人はつかないと思うシンプルに考えてみてパンツってお尻の外にあるじゃんでもティーバッグのティーはさ完全に打ち入っちゃってるじゃんこのズボッ でしてるよね絶対にもうお尻開かなくてもスコッと入ってるわけじゃんお尻にうんぴつくよねいや分かんない分かんないつかない人もいると思うその時 DM では「半分つきません」っていう人と「半分つきます」っていう人がいたんだけどうんぴつかないどう私ティーバックは正直うんぴつくと思うってると思うんだけど いやしっかり拭いたとてよしっかり拭いたとてその素材はないけど素材がいた形,式形跡はあるわけじゃんそのお尻の <laughs> だからまあちゃんとウォシュレットでしっかりあの拭くのかなっていうウォシュレットしか勝たんつってそうだよねやっぱり。 でもアメリカってウォシュレットがマジでないのね。だからアメリカでティー入って T 履いてる者たちはやっぱその濡れたティッシュみたいなので拭くのかな。いや素朴な疑問マジで。運び。いや私はあのそれこそ脱毛のね話をよくするんだけど、あの VIO はもうツンツルツンなんですよ私は。 でも今あのキレイモさんにいつも言ってるんだけどキレイモさんに今行けてないからちょび毛が生えてきてるんだけどちょび毛を放置してたりするとさちょっとーって生えてくるわけ血毛とかもさ生えてくるわけよでそれで生活するじゃない血毛がある状態で運ぴとか吹くわけよでそのテンションでやっててさで久々にあちょっとじゃあまたお願いしますみたいな感じで VIO を全部つんずれする綺麗にするわけ。綺麗にした日の うんぴお尻拭くじゃんもうその血気があるテンションで拭いてるからさもうバーッとお尻拭く時にさバーッと背中まで拭いちゃうんだよねこう滑ってツンツル点すぎてふーッとか言ってこの辺までやっ,ちゃってて最悪みたいな <laughs> 綺麗に拭きたかったのになんかその範囲広めちゃってるみたいなさまあ全然ティーバックと関係ない話なんだけどだからちょっとね私うんぴとの相性が悪いんですよいつもだからなんかそういうところ うん、T マックに関してはちょっと怖いなと思うけど、まあ、でもその <laughs> えそれない嘘こうやって服,服じゃん後ろこうやってお尻パテていつもは血つ毛に引っかかってるからなんかちょうどいい強さでやったんだけどツンツがザッやらないみんなやらないですか私だけですか そうとの相性が悪いからちょっとティーバッグに関してはねちょっとテンション、ごめんなさいカメラが1回ちょっと落ちました、なので休憩入りますここから10分休憩です。 はい、すいません、失礼します。ちょっと待ってくださいな。<laughs> いけたかなちょっとリアルな <laughs> リアルにあの 電話してスタッフさんとちょっと一旦もう本当にもうパソコンもカメラも限界らしい <laughs> お待たせいたしましたごめんね治りましたちょっとねあのパソコンがまず熱を帯びてもう無理ぽよですって言われたのとあとやっぱパソコンあカメラがねカメラが無理ぽよってなってパソコンの入ってる OBS ってやつもなんかテンパっちゃってなんか。 ああ私もう何もできませんみたいな感じになってて私はもうほんとずっと同様、揺やみたいなで日本にいるスタッフさんと今電話して一回じゃあやり直そうっつって一回やり直してピッと押したらいけるようになりました皆さんお待たせいたしましたごめんねなんかコメントは見てたんだけど運悔、うん、の話したからかなとか運悔 <laughs> の話してバンされたわけではございません これは完全にですね。あの、私の、えー、パソコンと、えー、カメラがもういっぱいいっぱ,いっぱいになっていた状態でございました。ありがとうございます。えー、なおみちゃん復活したらしいよっていうのをね。ぜひあのなおみ、ファンの皆さんにお伝えしてください。そしてね、えー、同時視聴をですね。500万人にしたいので、ぜひ皆さん、えー、携帯に入っているね。友達にあの一斉送信で、あの私のこの youtube をね。是非お願いします。 さあこんな時はさハッスルタイムかけとけばさどうにかなるっしょって話ですはいずっと待っててくれて本当にありがとうということしかないいいねも押してチャンネル登録も押してってよよよよ4チャンネル登録していってああついでにさインスタもインスタもインスタもフォローして特に更新とかあんま知ってないタイプだけど更新していくよよよろれいひ

カメラもなんか熱を帯びてピーンになってパソコンも熱を帯びてピーンになってさこんなんだってさもういい加減にしてくださいはい皆さんいいねありがとうございますそしてチャンネル登録もありがとうございますじゃあ質問コーナーいきましょういろんな質問してください何でも答えますよもう夏だよね <laughs> に前回が向井君とやった時が3月だからね 早いよね。3月からだからいやもう日本帰りたいなと思う時もありますよあと茨城行きたい茨城自分の地元が茨城なんだけど茨城行きたいなと思うし沖縄も行きたいなと思うよねえー、椅子のメーカーを教えてこれはね調べに調べたなんかゲーミングチェアみたいなゲーミングチェアってそんなにいいのかなと思って買ってみたので私何事も買う時詳しくないものは 徹底的に調べる癖があってでこれはもう徹底的に調べていい椅子だよっていうことを知って買ったやつですなんかこれ「シークレットラボ」かなの「タイタン」ってやつ「タイタン」っていう種類大きい体の人用のやつこれさめっちゃ楽長時間の編集とかも楽で,でここに今モニター2個あるんだけど モニターこうやって見ながらこうやって編集できるから今まではもうこういう感じで編集してたのよそのノートパソコンで編集してもう首もやばいし背中もやばいんだけど今ここに頭横からながらこうやって編集しててこっちもいけるしこっちもいけるしみたいな超楽で私あんまりなゲーミングチェアってさなんかよくわかんないデザインの時あるじゃん,なんていうの,あの派手すぎるデザインっていうかなんかよくわかんないデザインが多くて私ちょっとあんまりそういうの好きじゃないからちょっと黒にしました はあ、夏終わるよ夏終わるよニュー,ヨークでニューヨークでもたこ焼き売ってるっす売ってる売ってるたこ焼き結構たこ焼きとラーメンがめっちゃ多い日本だとうん綾部さんゲスト会やってさあ綾部さんぜひ呼びましょう来てほしいな綾部さん日本にいる芸人さんと連絡取ってる取ってます いろんな芸人さんと撮らせてもらってますただね日本の携帯がねすっごい調子悪くてなんか LINE なんかパーンって急に連絡が取れなくなる時ときとなんかたまってパーンと送られてくる時ときとなんかね多分携帯の調子がめちゃくちゃ悪い多分電波なのかな 質問じゃないけど,ど土日仕事だから応援してほしいわかりましたじゃあ応援歌を歌いましょう <laughs> 土曜日日曜日仕事ですかとぐ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 大変だよね平日も働き土日も働く 休日がない「私の人生って何って思うけど」「でもさでもさあなたの仕事でさ仕事でさ」「喜ぶ人や助けられてる人もいるんだいるんだいるんだ」 頑張れとしか言いようがない頑張れ <laughs> あーひどい <laughs> 大丈夫かなっていうコメントどういうこと <laughs> この人頭大丈夫かなってことですか全然ダメですよ情緒不安定だからね購入されたご自宅はまだリフォーム中ですかうんまだデザイン中でこれからリフォームに入るって感じですね秋ぐらいに はあー、二年前ですよ買ったの。朝のテンションじゃないいやマジでね今朝は八時半です。今朝の八時半でーす。でこの生配信が終わったら一回ちょっと仮眠して仮眠した後にちょっとお出かけしようかなと思うんだけどせっかくねメイクしてるし、you know。 ニューヨーヨクにて食食べたい日本食とかかありますうんー、意外とこっちで日本食屋さん多いし日本のレストランもレストランっていうかスーパーもいっぱいあるけどあれだけど何が食べたいだろうなんでも日本の洋食が食べたい日本の洋食意外とざ和,和食は食べれるんだけど日本の洋食はとは結構その日本で仕事してる時とかってロケとかでさ全国美味しいもの食べに行ったりとかしてて。 わけよロケとかでもうそれ全部食べたいね全国の食べ物を食べたいでもリアルに言うとマジでモツ鍋食いたい昔私がよく行ってたニューヨークに超美味しいモツ鍋屋さんがあったの博多トントンってお店がでそこもさもめちゃくちゃ来たんだけどそこがねこの今回のコロナでなくなっちゃったんだよねうん <laughs> 初見です 絶対嘘でしょ私初見のことを初見って読んでた時あったからそれ知ってて書いてるってことは絶対に初見じゃないもうつ鍋食いたい夏でも食いたいよね一番モテた時期っていつですかえー、今かなえそ <laughs> ですモテたことないパパラッチされましたかパパラッチされたよ なんかよくわかんないパパラッチにさ初めてパパラッチされたのがさジャージ姿でさ銀行にお金おろしに行くところだったんだよねマジで漏れてなかった死ぬほど漏れてなかった何あれいい加減にして可愛い,い時はきを撮ってほしいのよマジすっぴんにさマジでホントに68歳みたいな感じでもうジャージ着てなんかちっちゃかったしなんかちっちゃくてなんか歩いてるところをパパラッチされてさインスタでタグ付けされてなんか「ナオミ・ワタナベ」とか「いやナオミ・ワタナベじゃねえわ」 取る側もしししっかり仕事してほしい。銀行行く時だっておしゃれしてかないやんしかも無人の ATM だからジャージで行ったらさ取られた悲しみんみんゼミ夏の思い出教えてうーん思い出はないです編集ずっと家にいるマイク かなんかが前に映ってる <laughs>。私、こういうコメント笑っちゃうんだよな <laughs>。一人ごと <laughs> 一人ごと打っちゃってんだから <laughs> あ。なんかマイクかなんか映ってんなよし、ナオミちゃんにも書こう。なんかマイクかなんかが映ってる <laughs>。かわいい。 そうなのよ、ね、このマイクがどうしても映っちゃうんだよね完全に映らすこともできるよこうやって映らすこともできるんだけどちょっと何ていうの、ま、声はすごい近くなるけどこのピントがもしかしたらこっちに合っちゃうかもしれないなと思ってこっちにしたのよああ今の言い方おもろなんか今の言い方おもろい あー、<laughs> 生の大谷さんどうでしたあいや、もうオーラっていうか、歯<は>なんていうの、歯をなんか、ラオーなんか分かんないんだけど、出てきてる歯歯き、歯きっていうのがもうすごかった、もんなんか、ーっとなった、こっちは。 大谷さ,んが谷さんどこかなと思ったら下のベンチから歩いてたときに大谷17番みたいな背番号のあのおっきな背中が来たときビク,ビク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 ってなった <laughs> ビクビクの意味わかんないんだけどマジでかっこいいほんとにすごかった <laughs> 覇気覇気だねいやーあれはかっこよかったですないや本当にお目にかかれて光栄でした 一回、昔ね、あのー、紅白で共演させていただいたことがあったんですけど、近くに行って、お大谷選手の近くに行ってビヨンセ踊るっ,つっての格好で、でかい鉢の格好でさ、行ってさで、グータッチしたことあるんだけど、もう本当に、このテンションで仮眠できるって <laughs> 意外とできるんだよね。 ささあ皆さん質問どうぞいろんな質問答えていきますよ流れが後半は、ね、いつもの質問コーナーですから「直美 <noise> ちゃんって無呼吸症候群? <laughs>」それが気になった絶対そうだろう寝てるからわかんないけど絶対無呼吸症候群だと思う 私の,の YouTube の最初の方にあに生配信やった時に寝てるところ垂れ流しにしたんだけどあの息止まってたわ自分で後々見たときに <laughs>、えー、彼氏できたできてません、えー、好きなタイプは,好きなタイプは、えー、ネットとかに悪口書かない人ポジティブなことしか発信してない人が好きです。 英語どうやって勉強してますか、えっ、ー、と、もうもちろん街に出て喋るっていうのもそうなんだけど。あの英語の先生と一緒に英語を勉強してます。白髪生えてますか、生えてます、生えてます、すっごい増えた。この二年、この去年から、今日、今回にかけて、今年にかけて、すんごい増えた。この辺とか、今エクセスつけちゃってるかかん、わか、わかんないけど。ここに三四本ぐらいある、こっちも、で後ろもある。染めてないです。うん。 面倒くさいのもあるけどなんかちょっと可愛くて白髪がなん,か <laughs> なんか10代子供の頃から10代になった時に声変わりとかさちょっと体つきが変わってくるじゃんで、そういうので第2期成長みたいな成長があってさで20代になったらさちょっとまたなんかこう一気に大人っぽくなってセクシーみたいな感じになってさで20代 後半6、7ぐらいからさ、あれみたいな毛穴の調子が悪くなってきて、あれしわみたいな、あるけど、目に見える大きな成長ってないじゃん。で30代入ってから白髪入ってきてから、なんか、あ成長して、私も生きてるんだと思って、か可愛くなっちゃった、白髪が。ニューヨークだから前髪なしって言ってあ私、実は、ね、前髪ずっとないんですよ、ここ5、6年ぐらい。あれ、全部前髪パッツのカツラっていうか、前髪のウィッグです。実はずっと、ね、前髪ないんですよ <laughs> ごめんね、ちょっとみんなのコメントが早すぎて、今、笑ってごまかしたの、見えてないのも、文字がちっちゃくて、前、向こう側のダイニングテーブルで生配信してたよねって、そうそうそう、そう前はね、あそこのダイニングテーブルで生配信してました、そうそうそう。 でもあれさ椅子がすごい高くて嫌なんだよねちょっと、ね、しんどかったの椅子が高すぎて。で、実はこっち、パソコンとかの画面を買ったから、パソコンのテーブルを作ったんですよ、こっちにこの作業部屋みたいな、作業場を作ったから、今回からはこっちにしようかなと思って、あの場所を変えました。ニューヨークで怖いこと起きましたかいや、怖いこと起きなかったですあの。怖いとこに行かないようにしてる。 危ないと言われている場所には行かないようにしてるしかなり周り気をつけながら友達といる時も歩いてるし一人の時も歩いてるねうんお水は一日どれくらい飲みますかめちゃくちゃ飲むかもだから日本にいる時よりニューヨークにいる時のもが飲むかもだって今これさっき開けたばっかりだよでまだ午前中ですからね朝の8時半ですから朝の8時半でこれは劇山之ケじゃない 本当にみんな信じられないかもしれないけどね、本当に信じられないかもしれないけど、私、水とお茶しかマジで飲まないの、水とお茶かアイスティーのもう本当無糖、もうシュガーないバージョンをすごい飲む、本当、日本にいるときは緑茶をすごい飲むんだけど、こっちにはさ、グリーンティーってあるお店とないところがあるから、アイスティーだったらあるから、アイスティーをね、よく飲むんだけど、意外とね、かなりテンション高いときに、 まあちょっとコーラを飲んだりとかっていうのもあるんだけどそうねそうなの、ね。水とお茶をすっごい飲むね意外とこう見えて意外とこう見えてね信じられないとか言って <laughs> プニズのメンズライン作ってくれませんかあーそうね今ちょっとプニズの打ち合わせもしちょっと ぎりぎり出れるか出れてないか状態だけど、まあ、ちょっとあの洋服をもっと展開を増やしてメンズも作っていけたらいいなとは思ってます <laughs> どうぞ質問どうぞいつでもこれもう生配信でしかできないことだからね。 あのさ不思議なんだけどたまにさ YouTube の, you のさショート動画とか TikTok とかね私はもう見る専門だから見てるんだけどさ本当に不思議なんだけどなんでみんな喋り方がさ一緒なのなんか本んになんていうのかな目がずっと一緒っていうか最近見たのはなんか生ハムをアイロンで。 アイロンあの、ヘアアイロンにナムハムじゅってやったて、ハムになる検証していきますっていう女の子がいたんだけど、もうその子の喋り方がもう典型的な、なんか今の多分トレンドなのかわかんないけど、ちょっとやってみるね。ちょっと練習してないからわかんないけど、アイロンにナハムを当てると、ハムになる検証していきます。みたいななんか、目が怖いのすごい。アイロンを アイランで生ハムを挟むとハムになる継承していきますみたいなちょっと怖かったんだよねなんか多いよねそういう人あれなんだろうあれがトレンドなん今の10代の子たちのさあれがトレンドのぶりっ子なのうーんちょっと お姉さんびっくりこきまろしちゃったんだよねなんか他のユーチューバーの子たちも個性あるユーチューバーの子たちもいるけどでもなんかこうなんていうのかな,なんかなんだろうねティックトッ e の子なのかなその子たちの喋り方を習得したいんだよねうんじゃあ続いては この大きなおみをカブ飲みしてみたいと思います飲めるか飲めるのかわい飲めるのか検証失敗で草これがトレンドどう今のトレンドっぽい生ハムめっちゃ似てた <laughs> こんな感じの人いるよね目が怖いんだよあの子たちのなんかああとかじゃないんだよねああって感じなんだよねなんかわかんない絶対違うんだけどなんか目がちょっと怖いんだよねうんトレンドではなさそうとか言って違う気がするとかみんな はっきりとは分からない <laughs> 加工してるからかもちろん加工するのは全然いいんだけど「うわっ!」っていう声の子も多いよね「あたしがこうやってやってきたからですか<っ>ちょっと待ってくださいよ」みたいなんかなんかうまくできないんだけど低いから声がなんかね不思議なんだよねでも見たくなっちゃうんだよね見たくなっちゃうのよ はやみんなチェックするのしかも髪の毛がさちょっと今これあれだけど髪の毛がさもうこうなってなんていうのピタッってなってアイロンで生ハムを挟むとハムになる検証してみまーすみたいななんかもう髪の毛も動かないの検証してみますあーす で結局焼いたハム食べたのかななんかバーッとか言ってハムになって焼いたハムをなんか食べたのか分かんないけどなんか食べたあとになんかおいしいって終わるんだよね <laughs>。いやこれは絶対その子のことを全くバカにしてるわけじゃない全くバカにしてるわけじゃないんだけどおいしいみたいな <laughs> それがちょっと可愛かった最後のおいしいはでも多分あれがトレンドなんだようちらとまた違ってさ。 やっぱうちらの時のトレンドとはやっぱ違うのよねあれはちょっと笑っちゃったんだよねあ、今ってこんな感じなんだうんいや違うなんかうちらの時のなんかそういう系の真似する時ってギャルなのよえ、ついかさんみたいなもうみんなえありえなくねみたいな感じなんだけど今って逆にそういう子たちっていうよりはなんか違うよね むずいわ。トレンドがむずい。ニューヨークは人で多いや、もうパンパンや外はもう人がめちゃくちゃ。めちゃくちゃいる。さあ、皆さん、あの質問お願いします。質問にお答えしていく、もうもうゆるゆるタイムです。今日は。 ゆゆるゆる之助でございますちょっと若い子のトレンドもね私もちょっと勉強していかなきゃいけないかなお酒飲まないんだよねそう飲まないんですよねたまーにテンション上がったら飲むけどすぐ酔っ払っちゃうんだよね すぐ酔っつらうと自分の意思がなくなってしまうというかその何でもいいやんってなっちゃうからちょっと危ないんだよねお母さんと会話した、うん、お母さんとたまーに連絡取りますたまーにね電話もしてないけど LINE とかもするけど、うん、今日の予定は今日はなんかちょっと食べ物食べに行こうかな昼間は食べ物食べに行って帰ってきて編集します えー、ここでももう一回告知なんですけども来週ね来週もあの動画発表しますのでぜひ皆さんお願いしますそして、えー「いいね」「いいね」も生配信中ですが「いいね」と「チャンネル登録もよろししくお願いします <laughs> もののき姫ヴィレタ」見れました なんかジブリって私ネットで見れないと思ってたのでもアメリカだとネットで見れるのよジブリの作品がジブリ見たいなと思ったけど私分かんなくてジブリってアメリカで見れるとこ教えてとか言ってたらめちゃくちゃ DM 来てインスタでそしたらアメリカでジブリ見れるらしい HBOMAX っていうなんかそのネットリクスみたいなやつのやつを登録して全ジブリ見えたしかも日本語で見れる それはマジで上がった。日本は何で見れないんだろうね。今やりたいことは今やりたいことか。いっぱいあるな。やりたいこといっぱいあるな。やりたいことか。でも、そうねー。あー。キス。 とかしたいなんかさ、キスとかやりたい。なんかそういう、なんか手繋ぐでもいいかな。なんかそういう、ちょっと待って、キモすぎる。ちょっと今のはキモすぎたわ。ちょっと本当にカットしたいぐらい。生放送だからカットできない。でも本当にやりたいのは、車の免許を取りに行こうと思ってて。 でそれで車を買うんですけど、その車を決めての買うものは、ちょっと秘密ね、これちょっとまた今後 YouTube でやろうと思ったんだけど、その車をいろいろ改造したいのよ。で改造ってのってもそのなんかパラリラ系じゃないよ、なんかパラリラパラリラっていうちょっとやんしゃみたいな感じじゃなくって、なんかちょっとこうレトロな感じ、新しい車をレトロな感じにしたい。<laughs> 怖い。<laughs> 目がやばい。<laughs> 関西人だっけとか。 そうそう。茨城です。茨城県出身です。関西人じゃないです。セドナの動画早く見たいな。つってお待たせーっと。 えとセドナに行ったんですよあの、アメリカのパワースポットと言われている、もう木がこうやってねじれて生えてるみたいなパワースポットのところに、ちょっと一度行ってみたいなと思って、あのお友達のネラさんたちと一緒に行ったんですけど、そのセドナ、もう一応動画撮ったのねで、結構長編になっちゃって、でそれを編集してて、で一応今、スケジュール上では9月の中旬ぐらいに、あのー、3日連続で出そうかなと思ってますセドナ、最高だったよ。 そこでね実はね、あのー、あれしたんです占いも行きました、うん、その時もね全部カメラで回してますからどういう風に発表しようかなと思ってるんだけどちょっといろいろ私のただの Vlog みたいなのも、ね、やっていこうかなと思ってます。ささあ皆さん質問お願いしますよ 英語喋れなくてもアメリカで生活できますから少なくともニューヨークではできると思います他のアメリカを知らないちょっとあの差別があまりにもひどい地域とかあるらしくて石とか投げられるかも私たちみたいなアジア人がうろちょろしたらちょっと石とか投げられる可能性がある地域もあるかもしれないけどでもニューヨークはあ,の、まある程度簡単な英語さえ喋れてれば絶対大丈夫私でも生きていけてるから、うん、あの気をつければね 気をつければ大丈夫ですあの危ないところ行かなければ。ノーカットでアップしてほしいとかいやさっきのキスしたいはちょっとやばすぎるだろう石怖 <laughs> えとか言っていやだからみんな本当にまあ私もあの行ったことはないんだけどいあそ今度あそこ行ってみたいんだよねとか言ったら「ああ行ってらー」みたいなその気をつけてねって感じそのこっちに住んでる。 例えばアジア系の人とかはなんかまあ私たちはあんまりあのいかだねしてるけどとかっていうのもあるけどうんちょっとねうんそういうのもあるから気をつけてねニューヨークはなんか怖いイメージですいや優しいよニューヨークは優しいよニューヨークは人情派の街ですよ下町って感じ下町っていうかもうまあもちろんあの怖い人もいるよ全員が全員一緒じゃないけどでも困った時に手を差し伸べてくれる人の数はすごく多いと思います のの地域に比べてては。そ、えー、そうね、さっきってた、その仕事ニューヨークで何してるんですかって,ってかる,かる。あのニューヨークではいろいろ演技の方の英語使う方はオーディション受けたりとかしてて日本語でもいけるようなやつは全部ファッション関係の仕事とかは言葉使わないのでそういうのをやってたりとかしてますね。 作業用動画出してほしいですえ作業用動画ってどうなのなんかさ今ってさ YouTube がさ広告つけてなくてもさめっちゃ広告つけるんでしょ作業用動画ってどうなのかなと思ってほらやるとしたら広告つけない方がいいとか言うじゃんどういうのがいいかな作業動画まあちょっと考えてみます私が編集してるのと一緒にね編集の横で一緒に勉強してるとかっていうのもありだとは思うけどやってみてもいいかもね 綾部さんと付き合ってますか100%ないですもう本当にもう兄貴みたいな感じなんで地元も一緒だしあの兄貴みたいな感じなので100ないですねうんよく言われるんだけどなんならニューヨーク行くってなった時になんかネットニュースで見たらんか綾部を追っかけにみたいなその綾部さんと私がなんかもう長年のなんか枯,枯れ家の関係で枯れ家の言い方古い。 彼家の関係で綾部さんをと一緒になりたくて私がアメリカに行ったみたいな書かれ方してさなんかはあって感じなんだけど <laughs> <laughs> それはそうそうそう作用用動画に広告はだめじゃん絶対だけど多分広告ついちゃうと思うんだよね YouTube 側がランダムでつけちゃうからさ広告がついてない動画でもつけるって言ってたから。 だから作業用動画っていうのはどうなんだろうね私はそういうふうに聞いたんだけどどうなんだろう変わったのかな広告が<ー>早いぞコメントが「直美 <laughs> ちゃん怖い話して,っって」えてえー私怖い話あんましたことないわ怖い話かあんまりないしね経験が怖い経験が まあ、子どもの頃の怖い経験で言ったら、まあ、母親と一緒に台湾に行って夏休み小学校の夏休み1か月半は台湾でまるまる過ごして親戚と過ごすんだけどその台湾の親戚と一緒にみんなでちょっとタイに旅行行こうみたいな台湾行ってからの台湾からのタイに行ったのよ。でタイはなんかそのなんていうのかなちょっとあのツア台湾の ツアーで行ったかな。他にもその台湾の家族とかがいっぱいいたのよ台湾の人たちの家族がいっぱい。っぱで、一つの家族がめっちゃ大家族で8人ぐらいの大家族だったのかなで子供たちもいっぱいいてでその子供たちはすごい仲良くなっていつもお兄ちゃんお姉ちゃんみたいな感じで仲良くこういろんなツアーで回ってたのよで、最終日が遊園地かなんかだったんだけど私がいくつぐらいの時かな小学校4年生とかぐらいの時かなで バーとか言ってさ母親と歩いてたの。で母親があのちょっと前歩いてたんだよね。で私がちょっと後ろ歩いてたの。そしたら後ろからさその大家族のお父さんがね来て、私の手を掴んでねこっち行こうとか言って、パーって連れてったのよ。でなんかおじさん、どこ行くんだろうと思ってついてったらさその母親がさ、おい、てめえみたいなもう遠くから、てめえ、何してんだとか言ってなんか飛び蹴りみたいな話してて、えっと思ってぱって見たら知らないおじさんでさ。 危うく誘拐されそうになったっていうちょっとあの趣旨が違う怖い話だけどだからパッて見たらさ全然遠くにその大家族のお父さんが向こうの方で家族といるわけよでも私はこの人が大家族の方のお父さんかと思って普通についてってたら全然知らないおじさんで私ちょっと危なかった怖かったそういうのはありましたようんだからみんな気をつけて子供たちはね本当 本当に気をつけてねあっという間にね変な人来るようーん、お父さんお母さんも気をつけてるけど子供たちもねちょっとあの気をつけていこう本当にね誘拐とかも結構多かったりとかするらしいからねお母さん強かったよてめえっつったもん 皆さん質問コーナーいつでもお待ちしておりますよ <laughs> 今あの、後輩の村順から LINE が来て今、吉村さんも生配信中なんですが直美さんの同時視聴者数聞いてめちゃくちゃ嘆いてますわなとか言ってす <laughs> ごい村淳、これ言っちゃった。 吉村さん、そうね、いつも土曜日やってますもんね、生配信、ね、ゲーム配信、ぜひ皆さん、の私のこの生配信が終わったら、ぜひその吉村さんの PUBG の会 PU の回かなあの,の,回の方もぜひ遊びに行ってみてください <laughs>。質問、どうぞ私に聞きたいことをぜひお願いします。 もう早くてもう目がもうちょっと私え老眼私目いいんですけどちょっとやっぱやべえな直美ちゃんと暮らしたいです全然だめでしょ私と暮らしたら大変よ情緒不安定だしい津田と面識ありますかちょっと待ってください えどこの津田さんダイアンの津田さんですか津田と面識ありますかっていうのはど,ど,どういうことダイアンの津田さんの話それともえ千鳥さんの前のマネージャーの津田さんそれとも私が昔なんかあんまりいい関係ではなかった付き合い方をした男性の津田さんですかど,どれの津田さんの話ですか ダイアンの,の津田さんはもう本当におしゃになってますあの千鳥さんの単独ライブ年に1回やってた単独ライブ全国回るんですけどそれに私も出演させてもらっててでいつも打ち上げでみんなでねあのご飯を食べて盛り上がっててで福岡の公演の時に津田さんとネゴシックスさんがなんか前日休みだから俺たち前乗り早めにしてなんかいろいろ見たいなーっつって。 で、おみとか空いてるっつって私もマイノリできますっつってこの3人で夜ご飯食べて次の日もあのランチ食べてなんかこういろいろ遊びに行った福岡遊びに行ったっていう思いであります夜もなんか3人でバーみたいなとこ行ってカラオケ歌って津田さんが酔っ払ってなんか女性の歌歌ってなんか。 泣きそうになってたのを見てちょっとあ、津田さんってすごい熱い方なんだなって思ったしすごいあの旅行は楽しかったですねラーメンも夜中に食べてその後はい、あ、津田さんとは面識ありますえあ、津田さんってダイヤの津田さんじゃないの えダイイの津田さんライブしてますよあ嘘あじゃあぜひ皆さんこれが終わったらダイアンの津田さんのライブもぜひ見てくださいさあまもなくやっぱさ YouTube と違っあインスタライブと違ってさやっぱそのコメントが早すぎて。 インスタライブってどんだけコメント来ても多分一定の速度で流れるのとかあと表示されないものが結構あったりとかするのかな YouTube はちょっとやっぱ早いね全部表示されるからアジア人でもニューヨーク過ごしやすいってうん過ごしやすいと思いますまあそれでも地域にはよると思いますけどでも他のアメリカ全土に比べたらまあアジアあのニューヨークとか LA とかは 比較的住みやすすすいいいででではないですかかんなかかわん私もちょっとまだニューヨークに来て間もないのであのい,いっぱい海外に住んでる日本人の方に聞いた方がいいかもしれないです。私の個人の意見ですけどこれはえーっとちょっともう目がもう本当にとんでもないことになっているうんえ低速モードできんのああもしもし吉村さん もしもし。お疲れ様です。おい、めちゃくちゃ来たぞ、お前。<laughs> え、人がですか。人が。<laughs> <laughs> ありがとうな。<laughs> ありがとう。とうえ、もともと何人だったんですか。いや、もともと五百人か六百人ぐらいだけど一気に倍になってさ。うん。バーバばって来て、で、一瞬でいなくなったぞ、お前。<laughs> <laughs> おい。みんな様子見に行ったのかな。<laughs> 様子見に行ってさ、こっちは四人いるんだわあの、はい、竹内と怪獣の竹内さんと後輩二人で。はい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 。その姿見たら一瞬でいなくなったぞ。<laughs> <laughs> えでもゲームやってるんですよね生配信は。今そう P U B G で。あ、でちょっとあの多分 P U B G 好きな方もいるいると思うので、こっちの生配信が終わったら多分ドバッと吉村さんとかにも行くと思いますので。いやなおみいい加減にしろお前なんかおかしくってるだけで何万人ってたら。<laughs> おい信じらんないこと起きてるぞお前違うです本当にみんなね愛してくれてるんです私のことやっぱこう気になるんじゃないですかニューヨークの生活とかしたよ俺また今電話したらまた1 0 0くんだから <laughs> どうなってんだよお前 <laughs> いやだからみんな吉村さんのファンなんですよあ吉村さんやってるんだっていうので言ってますからっっもう容姿にしてくれよ俺ら <laughs> <う>なんで四人を容姿にするんですか 参加に入れてくれよお前。お前いや私吉村参加ですからお願いします吉村さん。すごいお前、今もう千六五百ぐらいいっちゃうよ。<笑><笑>じゃあちょっともう本当に PUBG でバンバンこう皆さんを楽しませてくださいよ。ああ楽しませます。じゃあもこれ、はい、はやっちゃってくださいルームナンバー。もう出しちゃってくださいよ。あ、ちょっとた来たよ。<laughs> いや嬉しいことじゃないですか。なんで動揺してるんですか。 いや、してる。こんなに来たことないからさ読 <laughs> 読み込み込めないんだよそコメントうん、コメントが半端じゃないもう2000いっちゃってマジ一日期のさビットコインみたいな上がり方してんだよ。<laughs> <laughs> 下に表示出るからね。 ちょっと吉村さんもぜひあのご飯食べる生配信とかもやってみてください。ゲームだけじゃなくて。いやお前そんなことやって恥かくだけだろお前。そんなことないですよ。吉村さんの話も聞きたい人多いですか。今度じゃあ私の生配信にゲストで来てくださいよぜひ。ゼロ八いやぜひぜひお願いしますよ。はいそこでいろんなお話ししながらあの吉村さん来るとだったら十時間ぐらい生配信するんですけどああいいですか。い <laughs> ああぜひぜひ <laughs> い,いいんか。今もう喋る。 コメント読めながらさ。電話して、生配信もして、忙しい、うん。忙しい、何も行かないよ。<laughs> じゃ、あちょっと、こっちは生配信が、終わったら、ぜひ、皆さん、吉村さんの生配信も、検索して。あ,あ,あの、見に行ってみてください。んあのさ日本のね。うん。うん、あのー。伝わってきてる情報なんだけど、アメリカの。はい。アメ、あの、綾部が、アメリカの大統領予備選に出る。って <laughs> <laughs> ちょっと、私には、届いてない、それ、その情報は。はい。間違って。 間違って伝わってるかもしれないちょっと今度は本人に会ったらあの聞いてみますねちょっといててはいはいまた吉村さんま,またご連絡しますましはいまたお疲れ様です失礼しますはい失礼しますあみんなありがとうございます吉村さんもすごい喜んで電話してくるぐらいだからすごい喜っ 吉村さんはあの毎週土曜日やってるのかな生配信をでそこで <laughs> PUBG をやってるんだけどなゲームのね配信を結構真剣にやってるから多分普段の吉村さんのファンの人とかはそういうの見るの好きかもしれないけど普段テレビ見てる吉村さんと全然テンション違うからさ <laughs> あ吉村さんのところ2700人いました <laughs> すごい いやちょっと次回、あの日本にもし帰るときがあったら、あのー、吉村さんとも生配信で一緒にご飯食べながらやっていいいきたいなと思います。<laughs> 吉村さん、結構ね、アクティブに YouTube 出てるからねうんいっぱい吉村さんの質問吉村さんに関してのコメントいっぱい流れてる中で急に <laughs> 上半期で買った一番高いものは何とか言って。<laughs> 私そういうの笑っちゃうんだよな。なんかもう流れと全く関係ないこと、急に言ってくるの笑っちゃうんだよな。あ,あチャット欄にカーソルを当てて、下にスクロールするとチャット欄が一旦止まってみるので、低速モードにする場合には教えお教えください。ありがとうございます。ちょっとコメントがね早いから。上半期で一番高かったもの。なるほど。上半期で一番高かったものは。 何買ったかなバッグも買ってないしなあまあでもドレスかなドレスをかああまあエクステかなエクステです20万円のエクステこれが一番高かったかも意外とねなんかそういうそういう値段のものな,なんていうんですかな、ね うん、車とかじゃない限りあんまり高いあれはないかもな時計も持ってるしねやっぱエクステかもしれない一番はソファーどこのいやこれ全部ねあの家具はね全部このオーナーさんの家具なんだよねこの辺の机とかは全部自分のやつだけどちょっと待ってね低速にしてみよう低速の仕方わかんないけどえー 日本にも移住居,居住地ちょっとごめんなさい、漢字が読めない居住地あるんですかありますあります居住地あります残してますで次帰った時に全部引っ越します日本の家のものをまだ置いてるから全部引っ越してこの家に持ってきてそのまままた家ができたら引っ越すだからどんだけ引っ越しするのって感じなんだけどそう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 。 英語喋って、じゃちょっと喋らせていただきます。Listen to my heart, looking for your dream。どうですか ?Listen to my heart, looking for your dream。英語の発音いいですかこれがね、すごい出てきちゃうんだよね。Listen to my heart, looking for your dream。これ、ボアさんの歌ですね。Listen to my heart, looking for your dream。<laughs> ボア <laughs> あ、みんなよく分かったねこれ言いたくなっちゃうんだよね英語うまいやついや全然うまくないよでも発音はすっごい褒められる発音をすごい褒められるからなんか急に英語喋れなくなったりとかした時に「えみたいな「いやさっきまで急にベラベラべらべら喋ってたのにあ発音いいのにあ、喋れないんだ」みたいな要はなんか海外の人が日本に来て「あこんにちは」って言ってるのになんか「あ すすごいいですねみたいなあどこに住んでるんですかみたいな感じ「その <laughs> こんにちは」とかさなんかそのよく言うような挨拶とかの発音がよくうまくできるわけだけどそのアドリブの会話とかになっちゃうとなんかあってなっちゃうんだけどそれまでのなんかあ「こんにちは」いや「今日超晴れてますね」みたいな超ネイティブそこは超ネイティブだわけ「超晴れてますね」みたいな最高の気分っすわ。 あでどちらから今日来られたんですかって言われて日本語しゃべれませんって急に言うみたいな感じ、うん、あと I don't speak English の発音それをよく言うわけよ I don't speak English 私は英語がしゃべれませんできませんって意味だと思うんだけどこれを言いすぎてこれの発音がとんでもないのだからじゃあ海外の人が日本に来て何か あすごい日本語上手ですね。あ、日本語喋れますかって言われて、あ、日本語喋れないんですよね。っていうのをネイティブに言って、いや、絶対喋れるやんみたいな。だから、I don't speak English って言って、なんか受けるんだよね。コメント遅くなった遅くなりました。低速になりました。助かります。英語のレベルが知りたいです。えっ、ー、と、レベル100だとしたら、今のところ3かなうーん。レベル3。 にななったぐらいかなでも人生はなんか長野の介ですから皆さん100歳までいける時代ですよ。私今33年今年4なんだけど100歳までって言ったらあと何年 ?70? うん二十？?20? うん20、うん、ちゃちゃちゃ。うんか、うん、ちょっと計算できないんだけど約6070年ぐらい生きるわけですからもう62後ぐらいには英語喋れるあまただ。 またカメラの気温が落ちまました。ま、たカメラの,あの気温が熱くなって落ちちゃいました。すみません、皆さん、声は届いてるでしょうか声は届いてるでしょうかじゃあ、今回初めてやってみたいと思います。画面がない状態での…ああ、待って… 声聞こえてる、ね、声聞ここええてててるるる声声届いは聞こえているけどもちょっと今ハッスルタイムやろうと思ったらハッスルタイムもできなかった声は大丈夫ねじゃあちょっとカメラの温度が下がるまで、えー、歌でも届けようかなこの画面がない状態での歌をじゃあたちょっと、ね、歌いたいと思いますけどもじゃあ。うん 何聞きたいみんなせっかくだからねここで休憩入るのもあれですから歌を歌っていきたいと思いますけども何聞きたいですかちょっとあのやっぱりマイクをね近くにちょっとマイク動かすねうるさくなったらすみませんでちょっとあのマイクを近くにつけて喋っていきたいと思いますけども 歌えますか何がいいか言ってください何を歌ってほしいのか歌詞がねちょっと今ないのでちょっと歌詞がうまく出てこないかもしれないですけどちょっと頑張って歌ってみますボアじゃあボアさんを さっきね、Listen to my heart, looking for your dream, って言いましたかな。じゃあカメラの温度が良好になるまで歌を歌いたいと思います。ちょっと歌詞がね、すぐに思い出せないので頑張って歌ってみたいと思います。ああ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  確実に私の未来を巻き込んで恋は走り出した君の手を掴んだ両側から燃える花火みたいだった視線を剥がせない Stay w i おっステビステビ baby どうして出会えたのどうして私なの boy I'm falling in love with you 全部受け止めて 大道な人物のねじ込む私という戦うこんな小さな願いにも伝えるチャンスをあげて m y d r e a m t o o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  t o ありがとうございます ちょっと歌詞がね曖昧でしたけどもボアさんを歌わせていただきました「我々の青春」他ねぜひ歌ってもらいたいよっていうものがあればまだカメラちょっと熱いからあと12曲ぐらいいけるかな。 画面は映っていませんが、声だけで今はお送りしております。まもなく、ね、もう3時間と14分の生配信になっております。ぜひとも、ね、皆さん、今の歌最高だったよ。この画面の下り何、何何これ、謎配信なんだけどと思った方は、ぜひともね、いいねボタン、ね、押してってください。ぜひ、いいねボタン、押してってください。そして、そして、そして,そして、チャンネル登録もよろしく。 はい、いいね押していいね押していい,いいねを押していいねを押していいね甘ぎ声 <laughs> じゃあ甘ぎ声を歌わせていただきますあの歌ってほしいよって思った方はぜひもいいねボタンをお願いしますじゃあ甘ぎ声をサビから歌うか 暗くらくら燃える火をくぐりあなたとを越えたいあまぎんごえおれ <laughs> ありがとうございました ちょっと朝からこの声は出せません声枯れました皆さんぜひともねあ意外と聞けるやんと思った方はいいねをお願いしますじゃあラストラストの歌を歌ったらカメラをオンにして質問コーナーラストいって終わりにしていきたいと思います、うん 教えてくださいあいこさん g a c さんスピードあきな宇多田ヒカルスピッツ ミーシャ、でもまあミーシャさんがでも一番やっぱりまあインスタとかでもたまに歌うけどちょっとじゃあ <laughs> 歌詞分かんないですけどミーシャさん歌います。ああ、ああ、ちょっと音がでかくなるかもしれないので皆さん気を付けてください。いきます。 夜の梅雨を花は咲いてゆく涙を払うね 「あふれる想い」「うまく答え泣 <laughs> きなくて <laughs>」<laughs> <laughs> この配信何、何何ママジジで, <laughs> でこの配信マジ何5ヶ月ぶりに生配信しますって,言ってたくさん告知したでみんなにも来てほしいと思ったで頑張って喋った何これ今画面真っ暗で MISIA を変な風に歌ってる。 何この配信と思った方はぜひともね、いいねボタン押してってくださーい。何この配信、最高じゃんって言ったら頭にいかれ,れてるやんって思ったらぜひともね、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。さあ、ちょっとカメラ回していきましょう。もう大丈夫でしょう、温度は。ダメだな、このカメラ。すぐあれになっちゃうね。何なの、この配信。ああ。 今日初めて見たよっていう方いると思うんだけど、たぶんみんなあの、渡辺直美さんって変な人なんだなって思ったと思うんだよね、うん、自分でもそれは思ってるよ。でもこんな変な人でも異国の地で明るく笑って元気に生きてるから大丈夫、みんなも頑張って生きていけるよ、いいこと言ってる風でちょっと終わらせたいと思ったんだよね。<laughs> カメラ来ましたじゃあちょっとね最後に質問コーナーをちょろちょろってやって発するタイムも一発入れてみんなとお別れしたいなと思いますあまずここで発するタイム一発入れとくかあまあいっかじゃ質問コーナーお願いします多分私が YouTube 始めてから多分みんな思ったと思うんだよねえこの人ってこんな人なんだみたいな。 うーんそうなのよね、私もちょっとそうなのよね、うーん、変な人なんだよね、もちろんテレビに出るときは大勢の人たちの前ですから、やっぱしっかりねあの言葉にしてあの喋ったりとかするんですけども、もこういうときになったらもう地元の友達みたいな感じでじ、これ見てる人たちって、でまた不思議なんですが、さあよく1人で喋れるよなと思う、自分でおしゃべりなんだなと思うよね。うーん えー、いつかみ切りますかそろそろでもこのエクステは撮ろうかなと思ってます1回ちょっとロン毛も、あのー、飽きてしまったので部屋広いな合成わら <laughs>、ね、これ合成だったらさみんなへの何のマウントなのなんか <laughs> めちゃくちゃ見え張ってるじゃんわざわざこの誰かの家の写真の合成を使ってるってことでしょお家でございます 頻繁にやってほしい、生配信ね、でも今後は頻繁にやっていきます、まあ、確約できないんですよ、もう決まっ、まあ、一応来週の土曜日の18時に動画を上げます、大好きな、あの私が大好きな、本当に尊敬している YouTuber さんとのコラボなんですけど、あの日本にいるときに撮りました、でその動画が18日、それも長いんだよね、45分ぐらいある動画なんだけど、それやったその次にもう一回生配信やろうかなと思ってます。 なので9月いっぱいまではちょっと定期的にやろうかなと思っているので、ね、ぜひ皆さん遊びに来てくれたら私もね定期的にやりやすくなりますのでぜひお願いしますまた、ね、その誰と一緒にコラボしたかというのはインスタの方で告知しますのでそちらの方もぜひチェックしてください。にょき インライとかもやる前にストーリーリで宣伝欲しい <laughs> 宣伝ねたまーにしてるんだけどねたまーにしてるんやけどもピアノあるのってピアノありますよあるけど弾けません直木 <laughs> マンショー以外でおすすめの YouTuber いますか私でもそうねちょっと特殊なんだよな見てる。 うん今はでもそうねなんかタロットカードとかのやつとか見てるタロットカードとかの。 なんかタルトカードをなんか3枚選ぶみたいなその中で気になったもの,の結果言ってくれてなんかこうですみたいな,なんか結局なんか恋愛系なんだけど私ガジェット系がすごい好きなのだから瀬戸康史さんとかの動画ももう本当にもう6年近くずっと見てて瀬戸さんも見るし直木マンションの都市伝説がすごい好きかとその2人をよく見ててあと車車のを紹介してる人海外の人なんだけどその車とかの。 を見るのも好きだからその道なだからカメラ系機,機材系都市伝説車でちょっとねこれってなんかこう、ね、なんか趣味がちょっとあれなんだけど <laughs> それと真逆のなんかタロットの恋愛の結果とか見てる <laughs> あ真逆の全然違うタロット私も見る好きです見,る見てる人多いよねそうそうそう フィギュアとか飾ってますかあ、ちょびっと飾ってます。そんな多くはないけど、ちょびっと飾ってます。いやちょっとでも新しい人多いかなわかんない。ついてけてない。 さあということでま、えー、もなくです、ねえー、3時間半経ちますので、えー、とあと分だけラストあと5分だけやっていきたいと思います。はまってるものが気になるんだねみんな私のはまってるものはまってるものは。 編集とかかもしれないです。あのカメラとかあと車を探したりとかいやだからなんかすっごいそうねあのー、機材を集めたりとかなんかそういうのがハマってるかもしれないな今新しい機材を見つけたりとかっていうのもあるかも技術はあんまりないですけどもフジロック見ますかうー見れたら見たいです見れたら見たいですちょっとねこの生配信の準備で忙しくて見れてないのよね今のところ。 また生配信する機会あります。あります生配信やる機会ありますなので、そのはあはインスタの方で告知していきたいと思いますので、そちらの方もフォローしていただけたらなと思います。じゃあ、ちょっとハッスルタイムいきますか。えあ設定がゼロになってんだ、これ。もともと設定にしたやつが。 1一回バグっちゃったものを戻したから設定があれになっちゃったんだだからハッスルタイムができなくなっちゃったうえー <laughs> こんなこともあるんだね。 じゃちょっとね、あのー、皆さんもう間もなく生配信の方は終わりにしたいと思います、えー、引き続き、えー、最後まで見てくださった皆様本当にありがとうございましたそして皆さんのおかげで100万人もあの登録者数いきました、えー、年内にはです、ね、500万人を目指していきたいと思っておりますのでぜひ皆さんチャンネル登録とあと生配信中ね忘れてしまうと思うんですけどもいいねの方もお願いしますでこのあとこの今日の生配信はアーカイブに載せますでアーカイブに載せた後チャットの方は後々の 後々反映されているんですけども今日は時間が長いから遅くなると思いますなのでぜひねあのコメント欄の方にコメントをたくさん書いていただけたらと思いますあ今日はね久々の生配信だったからちょっと正直実は緊張してたの私どんな風に喋ってたっけって思ったしやっぱちょっと年を取ってきてるしやっぱそのテンションのさなんかコントロールをやっぱできるようになってきちゃって。 ああれ、あん時って結構はちゃめちゃにやってたよなーみたいな私どうやってたっけーって思ったけどなんか今日もしっかりはちゃめちゃだったにょきあと朝早すぎてろれつ回ってなさすぎてやばふにょ久しぶりに楽しかったですありがとうみんなありがとねーこんなさー こんな長い生配信も見てくれてしかもその後アーカイブでも見てくれてとかっていうのもありがたいしそうねあの引き続きあのこれからもね動画だったりとかあと生配信だったりとかっていうのもあの頑張ってやっていきたいなと思って頑張ってっていうかまあ普通にやりたくてやってるんですけどもやっていきたいと思っているのでぜひ皆さんあのついてきてくれたら嬉しいなと思います。で今日はちょっっともう話がはちゃめちゃだだたんだけど えー、次の動画の方はですね、結構真剣な話をしてたりとかふざけてたりとかもしてたりとかするので、そちらも楽しんでもらいたいと思います。はい、ありがとうみんな。あと三分ぐらいで終わりにしたいと思います。三時間楽しかったです。大好き。とかありがとう。ありがとうございます。ハーツデイルズ聞きたい。<laughs> ハーツデイルズのラップをじゃ最後に歌えますか。 あちょっと私歌えないかも必ず狙った獲物を描くしかちょっとわかんないわ <laughs> ハーツデール姉妹は白黒はっきり1から10までメイクはバッチリ <laughs> ハーツデルルぜひ聴いてください私たちが小学校とか中学生ぐらいの時のラッパーの姉妹だったんだけどマジでイケてるから 必ずねらた獲物を秒殺っていうこのリズムもやばいしさ言ってること怖すぎるしめっちゃ面白いからありがとうみんなありがとうありがとうございましたちょっと引き続きねあの編集の方も頑張っていきたいと思います YouTube ももちろんインスタもそうですそして海外での生活もそして海外でのお仕事も英語も頑張っていけるように、えー、成長していきますその時もね随時言っていくといいと思っておりますので。 皆さんお願いします <laughs> ありがとうねなにこのさなんていうのその友達とのテレビ電話長いテレビ電話の終わりのやり方難しいみたいな感じになってるありがとうございました次はもうちょっと遅い時間からのするわ申し訳ないちょっと自分のテンションがちょっとやばいからバキバキの助でいきたいと思います <laughs> ありがととうございいいいままましした。たたそれでは皆さん、えー、またお会いしたいと思います。引き続き、えー、コメントの方とチャンネル登録といいね何回言う何回言うのもうマジで何回言うん自分本当にこれ寝れるんだよこんなに知ってたこれめっちゃ寝れるのこうやってこれがすっごい楽なんだよねこれがすっごい楽なの知ってた <laughs> はいということで、えー、終わりにしたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよならラブラブラブチュ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 キュキュキュラブ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 ,ラブえっとえー、っとライブ配信を終了だねはいそれではさよならバイ <laughs>